人狼スリラム村第116幕。はい、ということでですね、今回のスリアル村は、久しぶりの TLPT 会ということでですね、TLPT の皆様をスペシャルゲストとしてお招きしまして、たっぷりとですね、人狼ゲーム参戦をお届けしたいと思っております。本放送はですね、1戦目までは、3媒体の配信がございまして、どの媒体でもですね、1戦目までは無料でご視聴いただけるコンテンツとなっております。しかしながらですね、2戦目以降はですね、オープンレックまたはニコニコ玉放送の方で有料コンテンツとして配信しておりますので、ぜひですね、2、3戦目を見たいという方はですね、有料会員になっていただいてコンテンツをご視聴いただければ幸いでございます。最初の1戦目のゲームではですね、視聴者の皆様にプレイの役職を公開しながら、ご視聴いただけます。ただしですね、2、3ゲーム目ではプレイヤーの役職を明かさずに非公開の状態で視聴者の皆さんにですね、推理を楽しんでいただく形となっておりますので、一緒に推理してください。申し訳ありました。私、やばい、めっちゃ噛んでんな。意味赤いし、なんかちょっと、ね、久しぶりなんで、ちょっとね、緊張してるんですよ。やっぱり TLPT の皆さん久しぶりに会うんですよ。誰も怖くない、大丈夫だ。まあ、ゲストの皆さんに、まあ、久しぶりに会うということでちょっと緊張もしてるんですけども、まあ、そんな感じで、ゲームマスターを詰めさせていただくさかなと申します。まずはですね、ルールの確認を分からってまいりましょう。いきます。ドーン。よしよし、よくねえよ、何もよくねえよ。スリアル村ルールです。本日の、スリアル村ルールはですね、プレイヤーが13人おりまして、この内訳が人狼3匹、狂人1人、占い師1人、霊媒師1人、騎士1人、村人6人となっております。また議論の時間はですね、9分間から始まりまして、以降1分ずつ減少していくんですけども、議論終了の鐘が3回鳴り終わるまでは議論をしていただいて構いませんが、投票時間となりましたら議論は一切できなくなります。投票は順番2の自由投票です。投票の結果、最も投票を集めたプレイヤーが処刑されます。投票時の発言内容に制限はございません。投票数が同数の場合は弁明の後に決選投票を行います。決選投票で2回同数の場合は、今回1戦目は役職公開となりますので、その際はランダム処刑、2、3戦目は役職非公開となりますので、2回同数だった場合はニコニコ生放送の視聴者アンケートで処刑者を決定するルールとなっております。また処刑者は最後に遺言を残すことができまして、遺言時の発言内容に制限はございません。こちらはですね、投票時も議論中も、全ての、時間において発言内容に制限はありませんので、能力のカミングアウトとか詳細、結果全て言っていただいて大丈夫です。また占い師はあらかじめ1人だけ人狼ではない人間を知っていますが、この人間には狂人も含まれますのでご注意ください。騎士は同じ人を2日連続で守ることができません。また自分を守ることもできませんのでご注意ください。そしてですね、村人が能力者らと嘘をつくことを禁止としているルールとなっております。最後に占い師、霊媒師、騎士、能力者の方は嘘の能力や結果を言うことを禁止としておりませんので、能力者の方は、まあ、嘘ついても OK ですよというルールです。ということで画面切り替えお願いします。ルール説明以上です。はい、ありがとうございます。さあではですね、早速、この第1戦目に、参加されるプレイヤーの皆様の自己紹介をしていただきたいと思います。ではトップバッターはこちらの方です。お願いします。はい、皆さんこんばんは。最高戦日本プロ麻雀協会の谷翼です。今このさかなさんがルール説明してる間にですね、いっぱいコメントを読ませていただいたんですけど、だいぶそうやさんのことを知れたかなっていうなってます。いっぱい情報が面白いなと思いました。TLPT 会、多分皆さん、今回のゲストの皆さんとは放送でご一緒させていただいたことあるんですけど、僕的には、36幕で、キンバリさんと一緒に狼で勝てたとき、花岡さんと最終日戦ってね、メイソンさんが間違えてくれた。あの時の思い出がやっぱり一番強くてですね、あの時勝った時にですね、キンバリさんにハグしてもらったんで、今日はね、同じ陣営でその再現をしたいと思います。記憶の改ざんする。はい、こんな感じです。よろしくお願いします。それでは続いての方お願いします。はい、最高戦日本プロマナー協会男澤寛太です。僕は、今日出演される皆様とは全員初同窓なので、めちゃめちゃ緊張してるんですけど、
あの TLPT の方の人狼のちょっとした、まあ、文化というか、いつものスリアロと違う進行とかがあるかもしれないなってちょっと思ってて、なんか楽しみにしております。キンバリーさんと同じ陣営で勝つとハグしてもらえます。それを目指したいと思います。よろしくお願いします。それでは続いての方お願いします。はい、皆さんこんばんは。日本プロマージャン協会の大浜です。スリアロ村ね、毎月なんかいろんなゲストを呼んでね、楽しくやらせていただいてるんですけど、なんか久々にあの人狼ゲームとかで全く気を使わなくていいゲストだなっていう感じなんです。すげえ楽しい。武蔵にも使ってよ。武蔵は全然気を使わせてないでしょ。どうかよろしくお願いします。いや、なんか今日はすごいバチバチやれたらいいなって思ってますので、よろしくお願いします。大浜さん、無職からなんか役職がついたんで。2時は肩書きであって職ではないんで。あ、そうなんです。働いてないです。働いてない人にあることで誇り持ってんだよ。それではですね、本日のスペシャルゲストお一人目、こちらの方です。お願いします。はい、ちょっとはい、3回入ってた。違った、考えた。カッコイイ入るのかどうか、すいません、失礼しました。カッコイイ入るのか、そこまで邪魔してほしかったの。上等なもんだと思ってほしい。そんな感じがしたから、すいません。皆さん、お久しぶりです。人狼 TLPT に出演するのも、スリアルに出演するのも、めちゃめちゃお久しぶりです。アリスン役の吉成ゆきと申します。ですね、あの前に来た時はあのすごい人狼ばっかりやってたアリスンだったんですよ。でもこのなんか自粛期間でまさかの人狼より麻雀の方が回数が増えて、めちゃめちゃネット麻雀打ってて、なんかどっちかっていうとこうなんかスリアロ側みたいな気持ちになってますが、皆さんにあんまり受け入れられてなさそうです。どっちからあのスリアロの皆さん、もちろんスペシャルゲストなんで、もうちょっとなんかわーみたいなね。いや、なんか受け入れなかったら、なんか鼻うさとか俺とか麻雀より多分人狼の方がしちゃってるから、なんか一緒にしていいんだろうかって。こっち側の方がやべえな。なるほど、ありがとうございます。じゃあそれでは、続いてのスペシャルゲスト、こちらの方です。お願いします。はい、日本が誇るホワイト会社吉本興業の、ピュートというコンビで普段活動しております村田翔平宗也です。よろしくお願いします。今日すごい緊張してるんで、ちょっと自己紹介でいうことちょっと書いてきたんで、ちょっと読みながら読みながらでもいいですかね。すみません。この度、スリアロ村にそのこれあのあなたがやるツーマンライブの告知ちょっと噛みなかったんでこれに。すいません、これあれだ、4月17日神保町吉本漫才劇場で行われるピュートと今夜ブルースのツーマンライブのフライヤーでした。大変失礼しました。冒頭から告知すいません。でも裏にもちゃんと書いてるんでね。あ、ちゃんとメッセージね、書いてます。あの大浜さん理事就任楽しくやります。お願いします。それでは3人目のスペシャルゲスト、こちらの方です。お願いします。はい、ジノ TLPT キンバリ役の萩野里奈です。すっごく嬉しかったです。谷さんが私のことを認知してくれてるんだって言うんですよ。違う、違う、違う、バカだと思ってた。違うんですよ、私あのスリアロさんに出演するのがその谷さんとその人狼陣営で買った 5年前ぐらいなんですよね。なんかあの声掛けいただいてはちょっとあのスケジュール合わず出れないみたいなことがあって、やっとやっと今めちゃめちゃ暇なんでやっと来れたんで本当に嬉しいです。なんかすっごい緊張してたんですけど、あのみんな楽しいからすごくほぐれました。でも人狼聞いたらあの急に黙るかもしれない初心者でもあの楽しくやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは4人目のスペシャルゲスト、こちらの方です。お願いします。
はい、どうも皆さんこんばんは。人狼 TLBT ルーサー役アトミックモンキーのコーチシングです。そうなんです。アトミックモンキーという事務所に4月1日移籍したてほやほやの私でございまして、アトミックモンキーのコーチシングとしては皆さんの前に顔を出すのが今日が初めてでございます。初仕事。頑張らないといけないなと思いますし、さっき花尾さんからも聞きましたけれども、私スリアロー過去3回出て3戦ずつ全て勝って今9連勝中ということです。10連勝目がかかっております。まあ今までも同陣営の皆様におんぶに抱っこで勝ってきたので、今日も同陣営の皆様におんぶに抱っこで頑張っていきたいと思います。目指せ12連勝ということで頑張っていきます。よろしくお願いいたします。それでは、5人目のスペシャルゲスト、すでに緊張しております。よろしくお願いします。ジノ TLPT 武蔵役ジャパンアクションエンタープライズ所属渡辺隼人です。よろしくお願いします。もう誰よりも緊張しておりますので、本当に僕に気を使わなくていいかもしれないんですけど、多分放送に気を使った場合、俺に投票するのはやめた方がいいと思います。最初に投票されて死ぬとあれですよね、一人で天国ルームに、天国ルームに行ったらどうなっちゃうと思いますか。皆さん気を使っていただけると思います。よろしくお願いします。それでは本日最後のスペシャルゲスト、こちらの方です。お願いします。はい、人狼 TLPT ラインナス役の伊藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、この中で僕だけちょっと異質な存在で、他の方々は役者からとかなんかいろんなお仕事から人狼 TLPT に入った方なんですけど、僕は単純に人狼の強さからTLPT に入った存在なんですよ。はい、絶対に負けられないですし、僕最近ちょっと人狼をあまりやってなくてですね。皆さん三大欲求って分かりますか？食欲と、食欲と何でしたっけ、あと睡眠欲と性欲、性欲、はい、そう、あともう一個あると思ってて三大欲求は三大欲求もう一個は何だもう一個は何だけど聞いてみよう。もう一個は何だ。いや、人狼やらないと嘘つかないんですよ。俺は嘘がつきて、この子の名前でたくさん嘘ついてきます。よろしくお願いします。村方はダメだからね。村方じゃダメだよ。じゃあ人狼引きます。それでは続いてこちらの方です。お願いします。はい、皆さんこんにちは、 RMU の千歳りみです。はい、今日はすごい、もうこんな大勢の豪華なゲストですごい楽しみにしておりました。で、前回も一応出させてもらって、その時ってどんな回だったかなっていう、まあ、今日振り返ってみたんですけど、なんか私が、まあ、ペアを作りましょうって時に、まあ、ライナスさんと組んだんですけど、私の靴下が穴が開いてたってことで、なんかアナーキーズっていうなんかコンビ名をつけたっていうのをなんか今日思い返しました。でも今日は穴開いてないので人狼勝てると思います。よろしくお願いします。ライナスの靴下も結構穴開きそうなんだよ。裏切られてるんです。せっかく揃えてきた。今日リネちゃんいるって聞いたから履いてるのを履いてみようと思ったんですけど、すごい聞いたバイトあと1位だもん。それでは続いての方、こちらの方お願いします。はい、皆さんいつもの行きますよ、わっほーいメープル。祭りちゃんが死んじゃう。この空気どうしてくれんだよ本当に。多分祭りちゃんがなんかやったことある。いや、わっほーいメープル。はい、皆さんこんばんは、ご誕生日です。ですね、私はちょっとですね、ずうずうしいことに、皆様とのご挨拶ではなくてですね、ちょっと宣伝をさせていただこうかと思いまして、宣伝なんですね。上の方にちょっと運営コメントみたいなのが出ると思うんですけど、実は私4月14日にですね、ズームを使って全国の方々と、なんだっけ、政治家人狼オープンルールを遊ぶという企画をやっております。ぜひね、上から出てくる運営コメントをクリックして参加応募いただけたらと思います。皆さんぜひご参加ください。今日はよろしくお願いします。失礼しました。告知の半分終わり。告知を使うとしたら最悪だ。最悪。さあ、この流れでいきましょう。続いての方お願いします。はい、かわいそうに。皆さんこんばんは、 BBLF の隠しのこと森川まつりです。
はい。お前お前お前。あ、悪気はなかった。あんたテンションが下がったじゃないか。私いつもベイビーエルフでみんなと人狼やってて、久しぶりにスリアロに来たんですけど、ちょっと気づいちゃったことがありまして、あのみんなが私服の中一人制服がめちゃめちゃ恥ずかしい。いつもみんな制服だから年がいもなく楽しくやってるんですけど、すごい皆さん私服の中でこれがめっちゃ今日恥ずかしくて、恥ずかしいなと思ってたら隣でワホイベイブルって言ってあげた。やれって言われてすごい。ごめんごめん。めちゃくちゃ恥ずかしい。でも自分より恥ずかしい。可愛い。でも可愛い。でも可愛い。見て見て。恥ずかしくて人狼できないのに行きたいです。お願いします。すいませんでした。それでは最後はですね、髪の毛を染めて色気づいてるこちらの方です。お願いします。はい。人狼スリアチャンネルプロデューサーの花宇です。髪の毛を切って染めて色気づいてます。今日はですね、人狼 TFPG の皆さん久しぶりにお越しいただいたということで、まあ僕何回見てるんですけど、あのルーサーことを僕慎吾ちゃんって言ってるんですけど、結構10年ぐらいの付き合いなんだけど、ね、一緒に人狼全然してなくて、脱出ゲームとか麻雀とかばっかりなんで、結構僕慎吾ちゃんと人狼するのってスリアル村でしかなくて、個人的にそれがすごい楽しみです。今日はですね、僕あんまプレイヤーでやるとすぐ死んじゃいがちなんで、今日はいっぱい楽しめたらいいなと思ってます。今日も一日よろしくお願いします。それではですね、全員の自己紹介終わりましたところで、早速ですねゲームを始めるんですけども、まずちょっとごめんなさい、こちらの方に来ていただいてもよろしいですか。ちょっとオイル直しをするそうなんで、はいはい、すぐ戻ってきてください。ごめん、僕のせいだ、申し訳ない。ちなみにあのキンバリさん、なんか結構お腹痛いみたいな感じで笑ってたんですけど、大丈夫ですか。あ、でもすごい、あのなんて言うんだろう、ソーヤがあのウサちゃんをすごい性的な目で見てる。違う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 何がどうしたの。いや、なんかライナスがなんか三大欲求言わせるとき、なんかそのちょっと照れて性欲ってしたのが可愛かった。いや、いや、なんで急に僕性欲って言わされてんの。それぐらい自分で言ってよと思ってた。かわいい。片山さんにわざわざ言わせたかったんだなって思って、すごいエッチな目で見ちゃって、ごめんなさい。マジで誰が得すんだよ。こっち3人大変だな、もう。お待たせいたしました、3戦目です。そして3戦目を始めるんですが、その前に3戦目から登場すると言ったらこの男だ、ドン。はい、サガナです。最初に言ったけど、結構ね、今日楽しみにしてて、あんまり TLPT の皆さんとですね、一緒に人狼する、放送で人狼する機会があまりないので、とても楽しみにしていたのと、何にせよ、なんかね、やっぱり、ね、見てて1戦目と2戦目見てて、そのゲストの皆さんのやっぱり喋り方とかがもう聞き取りやすすぎて、めちゃくちゃこれ放送人狼においては本当に参考にしたいレベルだなと思っていたのと、まあ、1戦目と2戦目がね本当にいいゲームだったので、まあ、3戦目ですね、村人で、ルーサーさんが打ち上げ分かんないんですけども、ルーサーさんの12連勝になんとかね一緒の陣営だったら勝ちたいと思いますんで、頑張っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、それではルーサーは12連勝できるのか。させない。それでは3戦目議論を開始してください。どうぞ。ルーサーにとっての当たりでしたみたいな。割とさっきまでもそうだったけど、あとを任せてたから。いや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 、なんか最終戦に、なんか、なんか作戦ください。あ、くれくれじゃん、くれ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 ちゃう、くれくれちゃう。でもなんかここまでルーサーさんって全勝なんですよね。そうですね。ですよね。じゃあルーサーさんに任せれば。いやだそれね、結構危なくて、ルーサーさんが議論が進んだうちに人狼じゃないと思った人はいいと思うんだけど、うん、今全然議論が進んでない中でルーサーさんに選択肢を渡すのは危なくないと思う。いやいや、なんか特化会としてね、ルーサー
サーさんが例えばあのなんかあなた怪しいあなた怪しいみたいな感じでパンパンパンって上げたところに喋ってもらってそこが怪しいかどうかで判断ルーサーのルーサーの3人じゃないか。でもいきなりは無理だけど俺はルーサーさんは預言者とかを言ったら結構人狼見つける力が強い人だと思ってるから議論の終盤で聞いてみるのどうですか。そう議論の終盤だったら大体やってます。まやちゃんとか前作型なんだからむしろまやちゃんが言った方がいいんじゃない。誰か怪しいと思ったり話聞きたい人3人みたいな指名するみたいな。あ話聞きたい人言っていいんですか。話聞きたい人はあおら話してみたいな感じなのでキンバリーさんとキンバリーさんとそうだなターニーさん一人めっちゃ目そらしてますよ。あそうやべえ、そうやさんめっちゃ話したそう。干してますよ。干してる干してる。すごい若いです。まえちゃんポニョとかどう。まあ、だからポニョも分かる分かる。ポニョもいい。喋ってもらった方が多分ねいいと思うんだよ、うん、先に出してもらおう。じゃあ私から今この並びに変わってあ私真ん中だって思って、うん、真ん中でレッドなんですよ、はいはいうん、おピンクいる、はい、なんか薄っぽいパープルみたいのいる茶色と白だって思って、うん、なんか戦隊みたいだなって思って茶色と白だ茶色と白だって茶色もうブルーを差し置いてしかも分かるなんかいい感じに女子がこういてあ今日女子で戦ったら楽しそうだなって思ったのは、うん、女子の中で戦った、はい、そうそうそう女子が止まっている、うん、確かに4、4、5なんで、うん、座り1、あ確かに、うん、じゃ女子が正義ってことだから、うん、女子が戦うでいいんじゃない女子同士私は女子同士で殴り合う、そうなの思ってたなるほど、キンバリー絶対物じゃないの、うん、あそうだね、コンセプトからずれちゃったけど、うん、どっちでもいいけど、やってみましょうよ。あ、オッケー。俺は、キンバリーとイート君は、投票対象から除外しております。すげえ、すげえ、あれ。すごい。なぜだ。ポニョさんどうって言ったのって誰ですか。魚さん。お魚さんがポニョさんどうって言ったのポニョさんのことをちょい疑いってことですか。いや、ね、多分ね自分から自発的に喋らないと思っている人物だと思う。喋れないんですよ。あなのであの話を振ってあげた方がいいかなと思ってます、ね、あのポニョが打ち上げは僕は何年かも分かんないんですけど当然、うん、あの喋ってもらった方がみんなが判断しやすいと思って、うん、僕も含めて、うん、レッツさっきより緊張してなくて人狼ってことですか。人狼そう人間で緊張したって言ってたからね。そうですね。手震えてたからね。はい、でもあの話してる感じすごい村人っぽいなってキンバリーさんから感じ取りました。まあトゥリちゃんがあの一緒に緊張し合ってたんで、あのカード引く前からちょっと一緒に信じ合おうかなって思って。ソウヤさんはすごい明らかに嫌そうな顔したんで気になってます。ソウヤさんねボール反応がすげー。その明らかに嫌そうな顔してるっていう小ボケだったんですけど、あーやめなさい、はい、すみません、何せ芸人さんなんで実は芸人なんですよ実はね。そうやって人狼だったらあの小ボケやらなくないですかって思いました。なんか怪しいってなっちゃいそうなのに、ね、その小ボケをするっていう、俺はプロの芸人なんでやると思う俺はね。じゃあ一点ルーサーに質問なんだけど、はい、ライナスってなんで村っぽいって思う。マジで俺が見つけること知ってるはずなのにそれをやらせたから、自分が見つからなくても仲間が見つかるって思うんじゃないかってライナスだったら思うから、ね、うん、あの人狼じゃないなと思ってます。という主観です。主観です。ちなみに俺はポニョさんも今外しております。女子の中で、うん、女子で殴り合った結果みんなに白くなる可能性もあるし、一、うん、人殴る。あじゃあ俺はまえちゃんが探してる感じがちょっと怪しいと感じました、うん、あ誰に怪しいと感じて誰に話振ろうかなはちょっと人狼っぽい感じの探し方に見えてました。標的を探して見えてはいる確かに。それは、あ、野田さんもそう思いました。ちょっと感じたけど、まあ一応話して。鋭い。ん？鋭い。お？そう、人狼なんですか？人狼なんですか？見つけました、それ。え、これもう言っていい？いいですよ。私ね、今回占い師なんですよ。わー。いや、だから、あの、絶対2日目に人狼見つけてやろうと思って、今めっちゃ見てるからね、みんな。え、マジで。いや、あんまり、それと。結局は怪しい人は見つけてたの？怪しい人っていうか、あのさっきも言った通り、ソーヤさんがずっとね、もうね、ずっとね、手を隠して、もうずっと防御反応が続いてるから、だから怪しいと思っていて、明日占いたいぐらいまで思ってる。なるほど、怪しいって思ってるんですね。怪しいと思ってます。なるほどね、ふん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 。どうしよう。うわ、日の次は誰？え、もう言っちゃう？いいよ。いいんだね、出なくていいんだね、みんな。いや、出る。ちょっとやっこれあのやば自分で言うんですけどめちゃくちゃ怪しいなやばいなこれ怪しいこれマジで違う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 
の初日白です。僕人狼だったら絶対霊媒師とか言う。マジで、マジで怪しいよ。マジでやばいやばい。はいはいはい。私の人間ごたんじさんです。ちょっと一回。ごたんじさんに言われた時に。いいですね。それ置いといて、今日って女子から行くんでしたっけ？いや、あのでもこうやった結果こうなってこうなったから。こうなってこうなった。一旦予言は抜きますか？占い師はもう。でも僕まつりちゃんの人間要素は一個も拾えてないです。私一個も喋ってないから。なんか言うと。なんか普通に女子が今日行くみたいな話になったのに、結構周りが喋ってるからなんかおおお女子は喋らんのかいって思ってたんですけど。私がマヤさんが出てくる前はマヤさんが筆頭で怪しいと思っていて、女子の中だとキンバリーさんとアリスさんの人間要素を拾ったんですね。キンバリーさんは女子の中から行こうよって軽く言った感じがなんか結構人間っぽかったのと、アリスさんはその話聞いたのに、えじゃあ女子はさ団結して外から行こうよが人間っぽかった。で兄が、なんだっけ、なんかルーサーさんに決めさせようって言った時に嫌だってすぐ言ったのが人間っぽいって思った、までです。ちょっとね、誰か見てないかなと思ってるんですけど、僕はそう思っちゃったんですけど、マヤさんが占い師カミングアウトした時に、まつりちゃんちょっと出そうな感じを出したんです。手挙げてて、いや俺ならまつりちゃん対抗の占い師なのかなと思ったんですけど、ソエさんから出てきたから、あじゃあまつりちゃん出なかったんだっていう所感なんですよ。だからそこの印象がちょっとどうなんだろうって思って、意見があったとかなのか、実際記憶違いなのか、記憶が全然ないんですけど、記憶が全然ないんですけど、そうなりました。私結構女子から行くのに女子が話してないことに普通に好き感を感じてて、まやちゃんがもう占い師って言ったならそこ行かないから、なんか他の話したかったの。俺は女子から行くって決める必要はない。あ、俺も同じ。私もそのつもりで、でもここで殴り合ったらなんか出るよ。あ、まあまあ情報は出たんで男子とかも話したわけで、アリスに質問飛ばしいですか？はい、アリスは、ソーヤさんを疑っていなかったんですよね。うん、そうか、ね、占い師カミングアウトした結果どう思います？あ、なんであの時あんなこと言っちゃったか。だからただ偽物だった場合ってどっちだと思います？教授、あ、分かる分かる、それは分かる。え、理由聞きたい、理由。え、軽いから、うん、アリスンさんが言ったソーヤさんって確かに人狼っぽくはないなと俺も思ったの、うん、軽いから挙動が。谷武蔵はどう？谷さんやばいよね、はい、意見聞きましょう。大丈夫です。え、何が、え、何が、あ、やばいかもしれないですよ、だから今大丈夫です。あ、話を会話に聞いた意見を聞いた、いや、意見を、はい、意見はキンバリーさんが一番怪しいかな。怪しい、まあ、いいんだよ、誰さんの意見。あと今まえちゃんは最初にルーサーさんに振ってルーサーさんに意見を求めてた行動の理由と今どうなってるかが知りたい。ルーサーさんはいっぱい知ろうとしてくれたと思ってるから。俺はルーサーは別に全然村っぽいと思う。ただ単に取っかかりで、あ、だからそこから何をしようと占い師として思ってたかを聞きたい。マヤちゃん、ソヤだとソヤの方を信じてる人間だと思ったのが、谷さん目があってめちゃくちゃ人間だと思ったら、竹中さんとまつりちゃんが人間だと思いました。以上、予言から入れてください。議論時間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。はい、僕からだよ。松田さんに投票します。もうこのお話し合いがそのどこを終着点にしてる話し合いなのか正直僕つかめてなくって、でどのタイミングで占いしていようかなって思ってたらひょいっと出てきて、でなんか僕がなんかひょわひょわみたいなところでなんかひょわっと出ちゃったんで、これは本当に申し訳ない。明日以降めちゃくちゃ頑張ります。明日以降めちゃくちゃ頑張る。はい、投票します。いやー、どっちだろう。私に入れてくるのはこれ狂人なのかな。でもワンチャン本物の預言者占い師が殺せるんじゃないかって来てる人狼なのか。私はね、アリスンさんと魚さんと意見が違って、ソーヤさんは明日占われる可能性があると思って出てきた人狼の可能性が結構高いんじゃないっていうふうに思っています。意見だけ他にします。でソーヤさんに投票するけれども、私が怪しんでいるのは谷さんかな。さっきの最後の言葉で武蔵さんが谷さんのこと人間だと思って言ってたけど、私は1ミリも分からなかった。でも武蔵さんのことは別に怪しいんじゃない、まあ、分かるなっていう所感なんですけど、問いは谷さんにします。僕は誠さんが人間っぽいと思っている理由が、谷さんが僕は大丈夫ですよ何がってとこが俺も同じなんですよ。何が大丈夫なの、意味が分からないと思ってるから、それってイコール人狼で投票が集まったとしても仲間が助けてくれる投票かなって愛に考えているっていうのと、宗谷さんが人狼だった場合、まやちゃんにちょっと補足するんですけど、武蔵さんは多分人狼仲間ではないと思う。
武蔵さんが宗谷さんを結構いやこれは宗谷さんは芸人だからできますっていう風にフォローしているから、だからそれはあの俺は人狼仲間でやってないと思っている。ライナスに1点聞きたいのがルーサーをどう思っているかの聞きたかった。ライナスさん、はい、投票します。議論中言った通りキンバリーさんに投票します。まず宗谷さんが偽物だと思っていて、宗谷さんってまゆちゃんに、触れられた時に、その隠れるような仕草とかそういうことをしていたにもかかわらず占いが出た後に使用が遅かった、じゃあ今日出ないつもりだったらあんな行動するべきではないと思います。なのに、太鼓が出て自分が疑われた初めて出てきたから偽物だと思っている。金張さんに投票するのは、女性5人で殴り合った上で今日投票が女性5人でなくなるとも思っていたのなら、議論がされて議論してない人が釣られる可能性もある行動を取っていた人だから、それが人狼っぽく感じました。はい、受け取ります。アニさんのことは疑ってません。結果女子に焦点当てて男子が喋ってたからいいなって思ったんです。いろんな情報が落ちたと思ってます。で、私が投票するのは議論中言えなかったんですけどお魚さんにします。アリスに対してそうやどう思うっていう質問が何につながるものだったのか私はちょっとよく分からなくて、それよりも武蔵とか谷さんのお話を振った方がいいんじゃないかなと思いました。投票、それ投票されたやつ、あ、間違えちゃった、投票された人も、ね、ごめんなさい、お願いします。すげえ悩んだんですけど最後の投票の発言で悩んだけど、やっぱ結局谷さんに投票いたします。投票してほしくないのはキンバリーとポニョさんとイト君ライナスです。あんまり人狼じゃないなと思ってるのが、魚さんとアーニーとソーヤだったんだけど分かんないな、予言者って出てくるんだったら分かんねえなっていう感じです。単体として見るとマヤちゃんの方が本物っぽい、でもゴタさんも結構人狼の可能性あるからちょっとどっちか分かんねえなっていう印象になっております。タリさんです。ルーさんに投票します。俺もタリさんめちゃくちゃ信じてたし、さっきの投票でもさらに信頼度は上がりました。やっぱ ルーサーに投票します。それに俺はルーサーの12連勝を阻止したいとも思っています。運ゲーになるだけだ。いやね、いや私はそういう意味じゃないんですけど、いや来たなと思いました。ルーサーに投票します。あとルーサーが白いと言った糸をキンバリーを白いと思っていない、そして投票したタニさんをめちゃくちゃ白いと思っています。それまでの議論でキンバリー白いって多分3人ぐらい言ったんですよ。そこにあんななんか何がとか言われて言ったことがキンバリー黒いって、いや投票されるよって感じなんです。人狼が選ぶチョイスじゃないと思うんです。それをルーサーが人間なら拾えるはず。一緒だろそれは。投票します。ルーサーに投票します。おい！アリスの言ってることに同意です。僕は谷のあの押し返しは村の反応、少なくとも人狼の反応じゃないと思いました。なんで魚とルーサー疑ってますけど、谷に2票目を入れたっていうその投票の安直さがルーサー人狼だと思います。俺の意見を落とさないといけないと思ったのに。決戦もしたくないぐらいですね、僕は。投票は魚さんにします。谷さんのことを絶対に人間だと思っているから、ルーサーのさんの対抗に上がるんだったら魚さんがいいかなって思っているのと、明らかに、人狼の数が少ないなって思ってるから、予言者が人狼出てるかもしくは囲われてるかなって思ってるから、竹中さんもしくは五谷さんの中に人狼がいるか、予言者本体が人狼かっていう推理になっています。はい、入れます。投票は魚さんに入れたいと思います。なんか谷さんの投票理由がすごい狼っぽいのかなって思ったので魚さんに入れたいと思います。女子はいないと思います。はい、驚くほど武蔵さんとアリスさんと兄と同じことを同じ時に思って、谷さんがめっちゃ人間だと思ったんですね。そもそもまやちゃんにめっちゃ噛みついた時から超人間やんと思って、やばいぐらい武蔵さんとアリスさんと兄に共感してて、3人人間だなって思ってルーサーさん人狼だと思いました。でも本当に人間だったら申し訳ないんで、あの魚さんでいいと思います。あの上がるなら本当に。そう。じゃあ魚をあげよう。うん。僕の意見はね、僕兄が結構囲われてる人狼か、マヤちゃんが人狼にいたくなったんですよ、僕の感覚でね。いやだからそれライン言ったらないんですが、あ、人間だなってすごい思った。まあ初感がただリンクしたってだけなんですけど、うん、びっくりしましたね。いや、お兄さんはひょっとしたら味方かもしれない。僕は敵だと思ってました、正直。
ほらよ。投票の結果、ルーサーさんと坂野さんの決戦投票です。決まった方から弁明をお願いします。まあ、先いきますね。ダントツでポニョが人狼だと思っています。ポニョの発言内容って、谷さんが人狼っぽいから僕に入れると言っています。僕はそう聞こえてるんですけど、間違ったら後で訂正してください。僕は谷さんに投票をしています。それで、どういう理論で俺に投票になったのかが全くわからないから、ポニョが人狼だと思っています。で、結論、ポニョとルーサーさんのつながりがあるから、僕からはルーサーさんを落としてほしいという発言をしておきますが、ライナスから結果ルーサーさんはどう思うのかっていうの、答えはあまり聞けてなかったかなと僕は思っているので、ルーサーとライナスのつながりもあるから、現状ポニョ、ルーサー、ライナスの中に二郎構図が結構濃いかなって思っています。僕が人間なので、ルーサーさんを救うための投票が入っていると思っています。誠さんは人間だと思っていますが、正直誠さんの投票を後にすればよかったなと思っています。意見を聞く。僕は谷さん全然人間っぽく ないと思ってるから、どこが人間なのかなと思ってます、正直。以上。しんどいなって思っております。俺は桜さんあんまり人狼っぽくないと思ったので、しんどいなって思ってます。伊藤くんが、俺に誰が怪しいと思うか、誰が人間だと思うかを聞いていて、伊藤くんは結局どう思ったのっていう発言の回答も、俺が意見を落とされると絶対出ないと思ったから、早めに行ったらなんか危なそうだなっていう空気は感じつつ早めに行きました。一人ずつ言うと、ぷなさんは緊張してないってことは人狼じゃんっていう時の反応がめちゃくちゃ素直に、疑われることを恐れていなかったので人狼ではないと判断いたしました。キンバリーは最初に話したいことがあるのウキウキ感がめちゃくちゃ人狼じゃないと判断しました。伊藤くんに関しては言った通りです。ソーヤは後継は人狼でもすると思うけど、ごめんね、ソーヤの推理の感じが人狼じゃないと思ったけど、あれを予言者でやるかって思うと微妙だから疑ってるっていう感じです。ご丹治さんはマジで元気がなかったので人狼の可能性めっちゃあるなって思ったけど、まやちゃんが人間だって言ってて、どっちかというとまやちゃんを信じてるからどうなんだろう、だから予言者の真贋がわからなくなったなっていう感じです。谷さんはマジで大丈夫、マジで何言ってんのこの人って思ったし、キンバリーをみんなが人間だって思ってるんだよね、そのキンバリーに投票したんだよ。俺がみんな人間だって思ってる谷さんに投票したら、俺を疑うんだったらキンバリーに投票した谷さんも疑ってください。俺はキンバリーに投票する谷さんの思考がそれまでの議論の流れで納得できないし、本当に議論の終盤まで何も言わなかったことが人狼だと思ったので投票をしました。以上です。ルーサーさんに投票されたい方は1番、魚さんに投票された方は2番をお願いします。決まった方はグーにして手を前に出してください。はい、それでは参ります。3、2、1、はい、1番ルーサーさんに投票された方、手を挙げてください。1、2、3、4、5、6、7、8票下ろしてください。2番魚に投票された方、手を挙げてください。2票。投票の結果、本日追放されるのはルーサーさんです。カメラに向かって遺言お願いします。なんか別の意図が働いてる可能性もありますね。まあいいでしょう。運ゲーが今から始まります。初めて撮ってる運ゲーが始まります。運ゲーだ。しかもちょっと不利な運ゲーが始まります。普通に人間が死んで、しかもなんかすごい票集まったので、不利な運ゲーが始まります。予言者がどっちが本物なのかは分かりませんが、もうどっちもなんかあんまり信じられない要素があるので、ちょっと大変だろうな残った人って思ってます。騎士が頑張るゲームかなと思います。なんか3戦続けて今日は、あとはみんなに楽しくない、みんなに楽しくない。俺の連勝を阻止したい気持ちは分かるが、お前が人間ならなんとか勝ってくれよ。勝つよ。なんとか勝ってくれ。勝って任せよ。いや勝って勝つんだよ俺は。お前が勝ってくれたらお前が人間だって勝ってくれよ。返ってもらっていいですか。皆さんありがとうございました。でもどっちかっていうとあいつの連勝阻止したいんだよ。何すげえ浮かべるじゃん。ルーサーさんは天国でプレムの役者をやおってください。それではルーサーさんを追放したにもかかわらず、恐ろしい夜はやってまいります。天国の夢、いってらっしゃーい。ルーサーさーい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。佐久間人狼に刺激されたのはソーヤさんです。天国ルームで裏の癖を見守ってください。それでは2日目、議論を開始してくだ、そうですね。議論を開始してください。どうぞ。おはようございます。
もう私の結果だけになります。魚さんが人間です。はい、ルサさん人狼でした。マジで、はい、人狼でした。マジで、やばい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 、めちゃくちゃ人狼。やばい、危なかった、ルサさんに対してよかった。強すぎる。え、俺だとすると、だとする、あ、もう霊媒はいないですか。いない、ね、やばい、やった、すごいじゃん。だとしたら俺は結構魚さんと、ルーサーがどっちも人狼だったのも感じの。めっちゃわかる。占い理由を一応言っていいですか。いや、さすがに決戦であれだけ分かれたのは、うん、魚さんが守られた可能性があると思ったから私は占いました。うん、その理由は分かる。うん、分かる。でも人間なんだけど、まやちゃんの結果を無視するんで、無視した上で霊媒師として伝えたいのは、魚さんの色を一番見たいっていうのは事実とあるんですけども、ね、まあそれを無視するのがきついかなとも思っているが、ルーサーさんにしょ、通常投票入れた人誰ですか。はい、で、谷さんに入れ、谷さんって入れられた人です、ね、入れられた人で、じゃあそれ以外に立ってもらっていいですか。はい、はいはい、またこれポメ死ぬやつ、はい、で、それが例外なんで、こうなる。でも決戦で全員、はい、ほぼルーサー、俺と谷さん以外は、そうだから、ってかことはやっぱり魚さんなんじゃねえのって、あるね、誰もはない、さすがに全員人間なんだよ。魚さんが言ってた、あのポニョさんが入れたのがルーサーをかばってるように見えるっていうのはルーサーとつながりはある。あ、それはまあ、あの弁明で言った通りで、うん、あの要はその理由がおかしかったっていうのが一番ですね。谷さんを疑ってて、でその理由があの人狼で、あの谷さんが来たからそれに乗っかって投票したように見えたから、魚さんが怪しいと私は言ったらいい。谷さんの投票の仕方がそうです。そうです。が、あ、それね。あ、そうです。でもそれは僕が捉え方を間違えて。あ、そうですね。俺は今日思うのは、マヤの心眼に関わらず、魚は処刑対象として考えた方がいい。あ、俺ね、それいいと思ってて、それいいと思ってて、マヤちゃんが、生き残るべきはライナスを本物だと思ってるね。俺も本物だと思ってるけど、盤面上、なので、ライナスに俺の色を見れてもらうことってめちゃくちゃ大事だと思ってて、なんでかっていうと白結果が出ると、マヤちゃんの芯がまだ残る。俺、ソーヤさんが噛まれた理由は結構ご単差もあるかなと思ってるんだけど、ご単差は俺に決戦投票で、俺の決戦投票で上がってるから、ご単差は結構筆頭ではあると思う。あの要は周期宗谷さんされてるからね、昨日の議論だったら宗谷さんって結構偽物っぽい発言ってか、みんな思ってると思うから、あんまり襲撃、人狼目線で襲撃をされてるんだったら囲いが発生する可能性が多大にあると思っているって感じ。あと、はい、ちょっと意見言っていいですか。昨日のそのルーザーさんの結果は人狼なんですよね。人狼ですか。決戦でルーサーさんに入れてない人、この2人です。ルーサーさんと谷さん、この2人だけど、谷はルーサーに2票目入れられてるから、さすがにないと思う。ルーサーさんって通常票でルーサーさんに入れてます。そうですね。あ、俺から始まったんですよ、ルーサーへの。だから身内切りが絶対ないと思う。でも嫌がルーサーに殺したかったってこと。そうやばいじゃん。だから投票一応確認したいんですけど、ルーサー1位、アリス2位、3、4、これ、はい、持ってる票。あ、うん、違う、ルーサーさんに通常投票。私アリスン、アリまつりちゃんね。逆に、聞きたいことがあって、魚さんに通常に入れて決戦でルーサーさんに変えた人、はい、その変えた理由だけ聞きたいですね。あ、お魚さんが言ってた通りで、ポニョさんが、私もそれで一緒に勘違いしちゃったんです。結果言ってたことが、魚さんが言ってることがめっちゃ正しくって、私もルーサーで引っかかってたのはポニョさんが信じられる人に混ざってたこと、そこだけが引っかかってたから、そうなるとここがつながってかなりしっくりきたので評価を得ました。ライナスに先に伝えていいですか。おそらくね、僕が投票対象に上げるべき人物だと思ってて、でマヤちゃんはそれを許容してほしいと思っています。なんでかというと、自分が本物だったらライナスに白結果を見てもらった方が自分の心目が上がる可能性があり、なおかつあなたは多分噛まれません。噛まれないだって、人狼がソーヤさんを襲撃してるイコール、あなたを処刑しないと多分勝てないと思ってます。だって人狼初日に処刑されてるから。だからあなたが、俺目線ではソーヤさんが本物の可能性は結構あるんだけど、あなたが情報を残すことが大事で、ライナスがおそらく明日護衛位置に入ると思ってるから結果が残せます。僕の白結果を見ると誰を処刑できますか。五反治さん、金張さん、ポニョさん、多分この3択が処刑できるはず。そうでしょ、はい、だからすごい肝心なのはね、まあその魚が人狼と考えるか人間と考えるかは置いといて、魚ってこの後も結局疑われる
るんであれば、ライナスに明確に結果を見せてもらった方が俺は正直いいと思う。それはね、正しいんですよ。もし人狼が出た場合は竹中さんが隠し論になりますからね。そう、でも魚なので、しかも魚が人狼なのであれば谷も抜群に白くなるし、まあもともとルーサーに入れてるからあれなんだけど、ポニョも魚に入れてるから結構ラストウルフ、例えばなんかもうマヤ自体が人狼とかそういう可能性さえあるから。そうだから、マッさんが言ってる通りで、俺を落としたら情報が出るんだけど、まあ俺は正直長期伸びたくない、はい、人間だから。だけどなんかね、俺が他の村人だったら、あなた処刑伸びますので聞いちゃうから、はい、それで一応今日下ろす、はい、3枚にして下ろす一応ご誕生さんって、最終票を持ってルーサーさんを助けた票でもあるから、バトルはありですよ、魚さんとご誕生さん。それは違う、もしくはポニョさん、うん、僕は、はい、誰かも私の人間やないか僕ははい、投票で並べて決戦で入れたっていうだけなんだけど、そう、僕はね、実はその見せてるっていう結果自体が身内切りの票が入ってるっていう意見なので、みんなとちょっと逆行するんで、いや、そもそもちょっと黙ってたのはちょっとそういう理由があって、初日もなんか人間、谷さんを、ごめんなさい、キンバリを人間だと思ってるっていう風な意見が出てたっていうのも、もはや声の大きい数人が言ってただけだっていう認識だったんで、結構みんなとずれた感覚だから、そこはちょっとね、みんなと違うから、僕はキンバリとかがチートだと思ってる、ね、僕は現状ポニョをあげたくて、なんでかというと、これご誕生さんとの俺がね、もし狼だと推理するしさ、狼同士だと追ってもらってもいいんだけど、なんでかというと、俺の白結果が落ちるとご誕生さん処刑できるんだ多分、まあ余裕です。だから、うん、ポニョから落としてもらった方が俺はありがたい、はい、そう、俺は釣りは飲むんだけど、スワロてかダイナスにこう苦労を見てもらいたいんですよ。だから私は魚の話を聞いてて、あんまり苦労を見れない気がしてて、からポニョの話聞いて、ポニョとゴタニョも話そう、ゴタニさんも人間なんだよな。え、なんでそんなポニョさん入るんですか。ポニョさんって一応ルーサーさんが3票ぐらい入った時に、魚さんに対して3票目入れたから、魚さんがもし人間だったら人狼のルーサーさんを助ける票を入れたのがポニョさん。でも決戦では入れてるわけですよね、はい、ルーサー全員入れてる。そうってなると、俺は魚さん白かった時、一番怪しいのが逆に谷さんになってくるのか。ルーサーの谷さん投票って相当違和感はやっぱ俺感じたんですよね。これは残しときたい投票だと考えたら、谷さんはルーサーと人狼仲間っていうのは一位でもね、ちょっとルーサー黒が出た段階で谷さんなさそうなのが、俺に入れればいいじゃんと思ってるんですよ。キンバリーに一票入れたところで殺せるとだから、これは魚さん白かった。魚に投票しそうですか。俺はそう、俺はそうしたい。ポニョの話聞きたい。私はなんか誰だっけ、ルーサーさん、魚は怪しいと思ってたのに、はい、ルーサーに投票した理由を聞きたい。ルーサーさんの弁明がすごい言い訳っぽくていっぱい出てきたからあ、ルーサーさんの方が怪しいなって思って、決戦はルーサーさんに入れて、で投票は正直誰に入れていいか分からなくて、じゃあなんかどっちかの話を決戦になって聞けたらいいなと思って魚さんには入れました。はい、情報中から魚さんでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、人間っぽいです。議論時間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。はい、先に言わせてください。僕はね、魚が人間だと思うので言います。霊媒師です。ルーサーの結果を人間として言います。ただ、12票なんですよ、決戦でね。12票なんで、みんながこの人狼結果を信じると思ってなくて、聞いたけど、僕は12対2でルーサーが死んだんで、魚で人狼の可能性があると思って、魚で釣りでいいと思ってたから黙ってたんだけど、多分この魚は人間です。僕はマヤさんに投票します。僕は対抗ではなくマヤさんに投票します。マヤさんが人狼だと思うからです。僕はライナスは狂人だと思って、狂人が人間だと思ったから人狼と言ったっていう推理です。マヤさんに投票します。うわー、きついな、これ。ああ、はい、はい、投票しますね。なんか私見えちゃったよ。私ね、ボタンさんのこと人間って見てるんですよ。でね、太鼓が噛まれてるんですよ。ということは狂人なんですよ。ってことはボタンさん本物なんですよ、入れられたけど。糸さん人狼やんってなっちゃったので、結果ルーサーさんは人間かもしれない。投票は魚さんにします。ご担任さんがもし狂人だった場合、今 CO して僕に結果を見られて白が見られた場合に、まーちゃんの人狼が見えてしまうから、それはない。
だった場合は基本的に人狼、ルーサーさんと、ルーサーさんが人狼で最終票を持っていた人狼のボタンにさんが、魚さんに投票して狼狼決戦だった可能性が大いにあるなと思ったので、色を見るんだったら魚さんと思いました。はい、投票します。ボタン字に投票します。まあシンプルに出方が信じられないです。まあボタン字が囲われてる人狼でソーヤが噛まれたっていう可能性が普通にあると思ってるんで、普通に今日ボタン字を処刑したいです。ごめん、先に貸せ、先に、ごめんね、ごめんね。クトウヤボタン字さえするんですけど、ライナスの意見に乗っていいと思ってます。要は俺に投票を許容します。なんでかっていうと、もうボタン字さんを偽物決め打ちしてもらえると思ってるから。でライナスに俺の色結果を見てもらうことによって、要は俺の目線の、人狼位置、さっき挙げたポニョとか、まあ、キンバリスはちょっとないかなと思ってるんだけど、その辺りが洗えると思ってるんですよ。だから俺次がめっちゃ情報出ると思ってるから、それを先に言いたかったんだけど、ライナスに先に言われたから、もう思考が一緒絶対ライナス本物だと思ってるから、答えさえ投与します。嫌だ嫌だ、魚は人間だと思うから嫌だ。私は嫌だよ。まやちゃんに投票します。マジで五単位に私は今切れそうですが思っていますが、なんかもしかしたら明日喋ってもらったらいろいろ変わるかもしれない。ルーサー人間だったかもしれない。マヤちゃんはイト君が人狼、ゴタニーが本物ということが分かったのに、ルーサーが人間だったかもしれない。人間です、もう偽物だと思って投票します。はい、魚さんに投票します。で魚さんに投票してほしいと思ってます。ご担任さんが出てきたことで、魚さんの色を見てる重要性ってちょっと難しくはなったんですけど、結果がご担任さんが本物でルーサーが人間だったとしたら、魚さんとルーサーの決戦投票の分かれ方はかなり違和感のある差でした。だから単純にルーサー人間、魚さん人狼も終えるし、伊藤君が本物だったら魚さんの色はもうめちゃくちゃ見たい、めちゃくちゃ見たいです。もうここ絶対見たいですって感じです。絶対魚が参加いいと思う。はい、お願いします。ボタンさんに投票します。ボタンさんの言ってることも私には分からないんですけど、ボタンさんが本物だと思えないですね。もし本物だったら昨日出てきてもいいぐらいだったと思うから。決めます。ボタンさんがめちゃくちゃ信じてないです。すげえ怪しいと思ってます。ただ魚さんの色がめちゃくちゃ私は見たいんですけど、すごいため息聞こえてきたから、魚さんに入れます投票します。まえちゃんに投票します。アリスンとほぼ考察一緒です。まえちゃん狼だと思っていて、まあ、ごたんじさんが狂人かなっていうふうに思ってます。はい、最悪最悪ってゴタさんに言ってるよごめんごめん、やっちゃった。いやー、なんでも、もう本当にどうしたらいいのが正しいのか、私はもうこのうちに短い時間じゃもう無理でした。けー、魚さんに入れるのが結果が重要なのもすごい分かってる。いやー、ちょっと待って、本当にごめんなさい、本当に無理だ、無理、無理です無理です。アリスンのことをすごい信じている、武蔵のことを信じている、どっちの意見も分かる、無理です。伊藤君に投票します。投票の結果、マヤさん、ゴタンジさん、魚さんの決戦投票です。決まった方から弁明をお願いします。俺行くべき、俺行こうか、俺は話すこと多いから最後ちょっとおったけど、行こう、先行こう。まあごめんなさいねって、僕はこういうスタンスなんですっていう感じなんですけど、いや僕は魚釣りでいいと思ったからそのままほっといてたんですけど、まあ、どうやら話聞いてたら魚はこれ人間だなということで、まあ普通に素直に意見を言おうというふうに思ったっていうので結果を最後に言ったんだけど、思えたのがギリギリだったからこの結果になったっていうのはちょっとごめんなさいっていう感じ。まあ、明確に偽物なのはマヤさんですね。で皆さんは、ライナスが本物に感じると、ルーサーが人狼と死んだであろうという推理のもとから魚の色が見たいという思考回路になっているのは僕は分かります。まあ、その上で、僕はその正しい結果を言いました。ルーサーは人間で普通に人間が死んだだけです。怖いんだったらマヤさん釣ってください。でそのまま、僕は信じられない、ライナス本物、つまりルーサー人狼だから魚の色が見たいという結論で魚に投票するのはもうしょうがないなというふうに思います。それを受け入れますが、僕は、まつりさんとかキンバリーのポジションに人狼がいると思っています。以上です。
はい、じゃあ言います。多分、アリスンさんが引っかかったのはその言い回しの話だと思うんですけど、思うじゃなくて白だからみたいな、それは申し訳ないけどただの言葉のあやです。私目線ではもう五反寺さんが本物っていうことが確定していて、でライナスさんが人狼です。でその人狼のライナスさんがルーサーさんを人狼だと言っているから、ルーサーさんは結果人間です。まあ、3人の決戦なんで、誰に言ってもらうのがいいんだろう。と私は本物の占い師預言者なので、明日噛まれると思ってんだけどな。なんか五反田さん本物だから同じ、いやどっちも人間なんですよ。何この決戦。いやもうでも魚さんにしてほしいかな。霊媒師五反田さんが本物です。以上。まず僕は五反寺さん処刑が一番いいと思っているのが、まあアリスが言ったようにマヤちゃんの偽物要素はあります。てか俺も偽物だと思ってます正直なんだけど、一応五反寺さんの結果をライナスに見てもらった方が僕はいいと思っているんですね。白結果だった場合は一応マヤちゃんのシーンは終える。でも別にマヤちゃんが偽物だと思う人は投票してもいいと思っています。でも五反寺さんの方が圧倒的に偽物なんですけど、まあよく考えてみたら五反寺さんが人狼だった場合ってじゃあ本物だった場合ってルーサーさん、あ、ないわ、大丈夫、ルーサーさんとライナス同士の人狼があるかもしれないと思ったんだけど、それがないのでやっぱりライナス本物だよって思っています。で、俺の目線です。武蔵とポニョさんの中に人狼がいないわけがないと思っています、さすがに。だから僕が生き残ってたら明日みんなの話を聞いて頑張りたいと思います。ただ僕に投票するのも一番悪いと思うけどね、ライナスが言うように。以上。マヤさんに投票されたい方は1番、五反寺さんに投票された方は2番、魚さんに投票されたい方は3番でお願いします。決まった方はグーにして手を前に出してください。それでは参ります。3、2、1。はい、1番マヤさんに投票された方1、2、3票下ろしてください。2番五反寺さんに投票された方1、2、3、4、5票下ろしてください。3番魚さんに投票された方なし。投票結果本日追放されるのは五反寺さんでした。ゆいごお願いします。いいか、お前が頑張れ、もはや人間だと思ってるからな。そうか、マヤさん、みんな目線確定でマヤさん偽だと思ってるはずなのに僕から行かれちゃったのは、まあそれほど心象が悪かったということで、それは申し訳ございませんでしたって話ですね。人間が死んで本物の霊媒師が死んでます。ライナスと武蔵が、僕は初日は人間だと思いました。武蔵は僕は前さんが人狼っぽいと思っていて、その前さんに対して、標的を探しているように見えるというふうに言った点です。皆さんと違うのはルーサーに投票したからではないです。僕は前さん人狼というベースがあって、そこから武蔵は人間らしいと思ってる。でライナスは人間らしいと思った結果、狂人だという推理は変わらないです。僕は前さんが人狼で対抗勘だでライナスが出てきた、明確に人狼じゃない、要は明確に人間であるルーサー、12票を集めたルーサーに人狼出しをしてアピールして、そのまま、人間らしい推理を続けた狂人です。信じてもらえなくてすいませんでしたとしか言えませんが、僕の推理はまつりちゃんポニョと松田さんの三狼ライナス狂人です。ニミソンも使っています。次の日見せれません。この気持ちマジで忘れないでください。本当に西野が死んでます。明日はマヤさん投票してください。いいですよね、マヤさん目線僕は死んですから、明日はマヤさん投票です。そこだけはぶらさないでほしい。以上、頑張れよ。五反寺さんは天狗ルームで無の育成を見守ってください。五反寺さんを追放したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。天狗ルームへ行ってらっしゃい。いってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩人狼に襲撃されたのは竹中誠さんでした。それでは議論を開始してください。どうぞ。おはようございます。結果せーのでください。はいよ、はい、せーの、人狼、谷さん人狼、小谷さん人狼でした。じゃあ切れたんだ。切れてますね。まやちゃん、ごめんなさい、ちょっと発言訂正するんですけど、そもそもまやさんとライナスってつながりがないから、繋がってないです。切れてる。OK、ごめんね、そう間違えちゃった。今日はまやちゃんに投票したいと思ってます。はい、はい、誰もいない、私信じてる人っていうか、ライナスが人狼っていう結果を出していることを人狼だと思わなくて、私は
マヤちゃん目線、ライナスって人狼で、ルーさんのことを人狼って嘘ついたってことになってるけど、私はそれをやるのは狂人だと思っていて、昨日、ご誕生さんに投票した人をちょっと洗いたい、洗いたい、はい、で、誠さんが投票してる、通常投票、決戦はじゃあ決戦、すいません、ちょっと私の目線も一応確認させてもらっていいですか、はい、谷さんの結果が人狼です、はい、で、初日谷さんって投票をもらってた人だと思うんですよね、はい、で、そこをちゃんと洗いたくって、で、ルーサーさんって入れてるんですよね、ルーサーと俺しか入れてないですあーはあーはなるほど、ちょっと私全然追いつけてなくて、伊藤君がライナスが本物だと、ゴタさんが人狼になるじゃないですか、はい、人狼のゴタさんは何しに出てきたの、うん、それです、本当それです、うん、それは本当にそう思います、うん、何が目的ですか、ね、正直俺の目線の話をしますね、俺を処刑するためです、俺が人間って知ってるので、ご担当さんは人狼で出ない方が魚釣りになりますよ、はい、正直俺はご担当さんと、ソーヤが、本物だとぶっちゃけ思ってます、え、誰と誰、ソーヤとご担当さん、だから今本物両方死んだと思ってます、うん、なので正直、まやちゃんと伊藤君はもう絶対ローラーはしないとって思ってます、はい、そもそも、ボタンさんの出るタイミングがすごい遅かったのっておかしいと思ってほしいです、うん、あれだけルーサーさんが人狼という議論を進めた上で、最後の最後でなぜ霊媒師で出てくる必要がありました、本物の方が信じられるんだよね、うん、人狼の方がありえなすぎて、まあ、推理をちょっと進めさせてもらう、今日はまやちゃんに言ってもらえると思うので、結論、さかなさんを人間らしいと思ったからですね、今となってはそれはじゃあ、いや、魚さんを人間だと思った上で他を探してください、そしたら魚さんを人間だと思ったから、ご担事さんは、わざわざ出てこなくてよかった、人間ならご担事さんはそもそも魚さんを見殺しにすればよかった、出ないで、逆です、僕が本物の霊媒師として確定してしまっている状態で魚さんが釣られて人狼結果が見えてしまった場合に、ご担事さんと魚さんとルーサーさんが人狼三人狼っていう結果になってしまう可能性も大いにあるからです、伝わってないのこれは、ライナスが死んだった場合っていうのは魚さん狼しかありえないと思ってます、僕、それはそうですね、確かに、まあ、あとは小乳さんぐらい、ただ僕はそう思えない、魚さんが村人だと思えるからライナスが偽に見えてる、マジでも明日以降のちょっと話まだ分かんないよ、で、ご他に投票した人をちょっと確認したいです、通常票はまずまつりちゃん、ご他に投票した人、まつりさんとまつりちゃん、3票、俺が3票だよね、あ、そっか、で、魚さんで、誠さんはでもソーヤの人間なんでしょうがない、はい、で、では決戦で投票した人、はい、私はもう最終票でどうにでもできたのに結果殺したことになる、誠、はい、さん、うんうん、武蔵谷さん人間、はい、これやばくって、いや、皆さん、ちょっと待って、私目線ではね、はい、人間しか連れてないんですよ今、うん、ルーサーさん人間だし、谷さんに投票しているので、うん、でプラスご担事さんが本物なんですよ、なのでルーサーさんは人間です、うん、でご担事さん、私が人間と見ている人間です、うん、なので人狼が一匹も連れていません、狂人は死んでる、そう、狂人は死んでる、狂人は死んでますけど、まえちゃんにフォローしておくと、正直ライナスはね多分ね処刑できん最終日まで、え、俺は思ってるけど、俺だってライナス、いや、じゃあちょっとアンケートを取らせていただいていいですか、はい、今この中でまやちゃんを殺します、今日は、はい、ちょっと待って、はい、はい、次の日ライナスを殺したいなと思ってる人手を挙げて、はい、じゃあこの状態を踏まえた上で、武蔵さんと谷さんはおそらくどっち目線でも人間になるはずですよね、多分、なんで？なってない。いや、人狼で人間なってないか。聞いてないな。まあ、ちょっと俺から説得するね。なんで俺がライナス説得してる？ありがとうございます。ライナスをフォローしたいのがまずご担事さんの出方なんですよ。ご担事さんは何をしたんですか？霊媒師だった場合、俺が必死に弁明してる中で、あなたがご担事さん普通に人間でしたって言えば、ライナスとローラー持ってきたんですよ。ご担事さんは魚さんをかばいに来ました。魚さんは人間だと思って、もう出るしかなくて、マヤさんに投票してくださいって言って出てきました。でもその前まではさかなさんのことをご担事さん疑ってたんで放置しようって言ってました。違うんですよ、そもそも、ご担事さん目線で僕さかなさんに初日3票目入れてるんですね。だったらすぐに出てこなくちゃいけないんですよ。でも結果出てこなかったのはそういう考えだったってことです。ご担事さんって
ルーサーさんのことを人間だっていう結果を持ってる人ですよね。 そのルーサーさん、そのボタンジさんがの議論の初めに魚さんを疑ってる状況がまずおかしいんですよ。いや、それはあるんですよ。それはおかしい。だってルーサーに投票がめちゃくちゃ偏って魚さんが生き残った、うん、さ、ルーサーが人間だったら魚さんを疑わしいのは結構当たり前の話だから、どっちの、じゃあ僕は何、え、巨人、巨人、めちゃくちゃ巨人、絶対巨人。めちゃくちゃ巨人。今日マコトさんが噛まれてるのがめちゃくちゃ、あのライナスさんを信じられない要因なんだ。それで、ね、もう違う、違うの、ね、あの、ちょっと関係ないんですよ。松井ちゃんに言うけど、ちょっと一旦突っ込んで。松井ちゃんに言うけど、魚をルーサーが相手として選んでいたなら魚は白くなるのよ、うん、ボタンジさんから見てもね。ボタンジさんから見て魚さんが怪しくなるのは分かるんですけど、ボタンジさんからしたら魚さん以外にも怪しい人がもっといたはずで、あんなに魚さんに時間を使わせたのがおかしいと思うんですよ。まあ、それもある。まあ、で、あの、これ言ってね、今日はまえちゃん処刑すると思うんですよ。そうです。じゃあ私じゃん、しゃべんか。まえちゃん目線の、まあ、人狼位置をクリアにしよう。で、谷さんが人狼だったんですね。谷さんが人狼で。となると、谷さんとキンパリさんのつながりってあると思います？ない。谷さんとキンパリさんは一票目を投じています。なので僕はその、もし谷さんが人狼だった場合ね、まえちゃん目線で、キンパリさんがなさそうっていう風になるとっていうので、ラストルーを探してほしい。ラストルーが多分武蔵さん。ちなみに武蔵さんは昨日俺にフォーカスを向けてます。フォーカス？あ、一応さかなさんがまだ五段さん出る前にさかなさんが、なるほどね、オッケー。あとじゃあプラスで私喋りながら投票しますわ。あとまつりちゃんかなって思ってる。さっき、ライナスさんに投票しないでおきたいって言ってたのがまつりちゃんも入ってたから、議論時間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。イエス。さあ行きましょう。投票は、谷さんとライナスさんが私目線では確定で人狼です。で、私目線人間しか釣れてません、マジで。いや、ちゃんと狼を釣ってください。ライナスさんに投票します。一応狂人はいないけれども狼を釣ってください、お願いします。投票はマヤちゃんにします。ま、言いたいことはたくさんたくさんたくさんあるんで、明日めちゃくちゃ喋らせてください。今村人の暴走に反乱により新霊媒が殺されかけてます。あれほどあれほど遅く出てきた五反寺さんにもう負けるのは嫌ですけど、まあ狂人だと思われたらしゃあない。でもめちゃくちゃ言いたいことがあるので、一回心を落ち着かせてください。皆さん落ち着かせた上で議論したい。投票します、はい、投票前ちゃんに投票します。別にライナスのことを偽物だと思っていてそういう思考になってるわけじゃなくて、ご丹治さん狼が納得できないから偽物もあるんじゃないかっていうケアで今そういう気持ちになってるというだけです。さかなさんが死んであの出方をする理由何なのって言いましたけど、じゃあ狼でそれする理由何なのの方が僕は上の方に来ます。なんでそれの説明をしてちゃんと分かるように教えてください。でないと僕は納得できない。まえちゃんに投票します。俺ちょっと夜食われそうだなってぶっちゃけ思ってるんで、俺が食われたら俺はまやちゃん人狼、ライナス狂人、でまつりちゃん人狼だと思ってます。もう一人いるのか。もう一人は分かりません。でも俺がもし食われたら多分まつりちゃん人狼です。もし俺生き残ったら俺明日180度意見変えますんで。はい、投票します。それでも私は伊藤くんが絶対本物だと思ってます。絶対はないわ、やめます、絶対は。だけどかなり本物だと思ってます。ご丹治さんって1日目にまあまあ本物だと思われたマヤさんの白で使用せず、2日目にわーレーサーさん人狼だったわーってみんなで喜んでる時にも使用せず、私は人狼でやるメリットよりは本物でやるメリットが本当にないと思ってしまいました。出てきた理由は多分さかなさんが人間だったんでしょう。昨日さかなさんが釣れないってなって、さかなさん以外例えばポニョさんとかその辺が釣られそうになった、その辺に仲間がいたんだと思います。でその辺が釣られたら終わっちゃうから出てくるしかなかった。出てきて、伊藤君とローラーにして自分が釣られることによってもう一人の仲間を守ったんだと思ってます。はい、お願いします。まえちゃんに投与します。谷さんの意見にアンサーしますね。俺が人間という推理を、俺が人間ということが自分で分かっているからこの推理をする必要がないんですけど、ご丹治さんが出た理由人狼で俺が人狼だからっていうのは村目線あるはずで絶対出るはず。
そうすると俺が生き残れるのね、五谷さんが怪しい出方をすれば。で、五谷さんを俺に決戦闘に入れています。だから俺がそれを利用すれば最終までは生き残れるっていう算段で五谷さんが出てる可能性はある。ただ俺は人間だからこれを言います。伊藤くん、じゃあマライナスめちゃくちゃ本物だと思ってるんだけど、俺はね、そのね、人狼で出るメリットがないとかじゃなくて、もう五谷さんが本物としての何をしてきたのかっていう過程が大事だと思ってます。何をしてきましたか、話が本物で、本物だったとしたら俺は信じたいライナスを。正解。投票します。投票はマヤちゃんに入れるんですけど、私女の子には狼いないと思ってるんだよねって思って、そしたらなんか魚さんが人間だと思っちゃってるんで、どっちかにいるのかなって。ライナスさん本物かちょっと分かんないんで、どこ噛まれるかを見て考えたいです。はい、投票はマヤちゃんに投票します。私はね、ルーサー人狼でボタンチさんに元気ないとか言うかなって思ってるんですよ。元気ない人は人狼なんですよ。それを人狼仲間がこの人元気ないですよって言うかなって思ってるのもあるし、やっぱり人狼のタイミングに見えないから、明日お話聞かせてください。はい、ゴタニーを救いたかったです。投票の結果、本日追放されるのは松田真弥さんです。遺言お願いします。はい、ぶっ殺されました。でも私が本物なんですよね。どうしよう、どう言えば村を勝利に導けるんだろうか。もう私が言っているのは、まあ狂人はいないので狼3人だけですよ。3人だけというか3人もいるんだよ狼が。で、見えているところでライナスさんと谷さんです。本当に五反田さんが狼であそこで出てくる意味は何ですか。だってあそこで出なければ魚さんもしくはポニョちゃんとかになるはずでしょ。だから五反田さんが人狼だとしたら、もう守ってるのポニョちゃんぐらいだよ。でも五反田さんは人間なんだよ。だから本物の霊媒師なの。なのでもう頼みます、明日絶対せめてライナスさんつって、私の目線もちゃんと追ってください。本当に私が本物だから。で、残り一人が、なんか今日の感じとかも含めて武蔵さんかまつりちゃんにいそうって思っておる、と思っておる。外してたらごめんなさい。でも二人が私も見つけたから仕事したもん。村頑張ってください。マヤさんは天国ルームで村の学生を見守ってください。マヤさんを追放したにもかかわらず恐ろしい夜をやってまいります。天国ルームへ行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩人狼に追放襲撃されたのは谷翼さんでした。天国ルームで村の歴史を見守ってください。それでは議論を開始してください。どうぞ。はい、まず人間なんですけど、今から心霊媒によるパズル講座を行います。はい、はい、皆さん僕のことを何だと思ってますか。巨人だと思ってます。巨人だと思っていますか。なら、マヤちゃんが人狼、初日に人間のルーサーさんを処刑できています、うん、その状態でなんで人狼の予言のマヤちゃんが、わざわざソーヤのことを一番最初に襲撃する必要があるのかというのが1点プラス、狂人の僕に立ってみましょう。狂人の僕の目線になるとマヤちゃんが人狼だとはっきり分かります、うん、2日目ソーヤが襲撃されているので、マヤちゃん人狼はっきり分かります、うん、僕がやった行動はマヤちゃんが2日目に人間と言った魚さんを処刑したいと言ったこと、僕が一番やるべきこと、危ないんですよ魚さんって。人狼予言が2日目にわざわざ人間って言った魚さんを真っ先に殺したいって言ってて、僕は五反田さんとかポニョさんとかマヤちゃんじゃなくて魚さんという囲われた可能性がある位置をめちゃくちゃ攻めている、うん、もし僕が狂人だった場合は、マヤちゃんの本物があるかもしれないから外側から行こう、マヤちゃんが白って言ってない人から投票しようって言えたと思いませんか。うん、伝わってますか。魚さんに行きたいっていうのがリスクあるっていうのは伝わりました。伝わってきてます。狂人だった場合はめちゃくちゃリスクのある行動だということを皆さんにご理解いただきたい。そして、はい、あ、
質問をどうぞ。質問、はい、まあ、そもそも新霊媒がいるってことが分かってたから、はい、戦う構図になるって思っててやった行動だと思っております、うん、で、そもそも、マヤちゃんは新予言のソーヤを襲っているので人狼だから、はい、でだから、マヤちゃんをかばおうというサポートはいらないと考えてると思います、はい、そしてもう一点、初日の僕の投票時の発言を思い出してほしいです。人狼があまりにも少ないと思うから予言者の中に人狼がいるか囲われている可能性が大いにあると言いました、うん、皆さん狂人を引いた時ってそれ言います？予言者の中に人狼いるって言います？狂人で人狼がいるって知ってるのに。そうです、うん、自分が狂人だった時って予言者は本物と狂人だよって言うじゃないですか、うん、それ、ね、僕言ってないです。むしろ逆です。狂人じゃないよってアピールをしちゃってます。すごい伝わってくる、はい、伝わってきます、はいはい、舞台でよく見るやつやりたいです、はい、ダイナスを信じる人はこちら側に、信じない人はそちら側に信じる、行きましょう。いやでもすっごい伝わった上で、分からない人は真ん中で、うん、私は真ん中にいます、はい、最終日まで真ん中にいます、はい、言いたいことはダイナスにとってはあと1匹です。そうです。1匹で狂人が死んでいます、はい、なので申し訳ないけど今日はダイナスに行きます、ダイナスが人狼陣営の時、ダイナス以外で人間を釣ると終わります今日。私その意見も超分かります。そう、ここにいて、うん、そう全体は分かるけどそっちはどうして。いや多分ね、松井さんと思考が一緒だと思うんだよね。あのね、アリスの言ってる意見も分かるんだよ、うんうん、なんだけど俺と松井ちゃん多分ね、ダイナスを信じてるからこそ一回以外がもったいないんだよ。質問、はい、じゃあ最後の人狼誰ですか、はい、2択まで行ってます、ポニョさんかさかなさんです。あ、そう、で、ごめんなさい、さかなさんのことを外せない理由は、まず人狼のルーサーと人間のさかなさんが決戦投票に上がった場合、なぜ人狼のルーサーさんが能力があると言わなかったのか、この1点に尽きるから、さかなさんの人狼の可能性は大いにあるんです、うん、でかつ、2日目の段階で五段寺さんが出てこなかった場合、処刑されるのって一択で魚さんです。魚さんの人狼結果が見えた場合に五段寺さんまで行けちゃうんです。五段寺さんで囲われたから宗谷が襲撃されたんじゃないかって言えちゃうから、基本的に魚さんは味方してくれてるけど外せない。で、一番濃厚なのはポニョさんになってます。現状。ちょっとライナさんの意見に付属します、はい。だからこそ俺はあの日処刑されたかったんです。そうなんです。そう。だから俺もあの日だったら五段寺さんじゃなくて魚さんだったらめちゃくちゃ良かったんですけど。はい五段さん行かれちゃった以上、俺の中では例えばポニョさんとまつりちゃんが人狼同士の可能性も残っているので、仲間がで、イト君が、マヤちゃんが人狼で、イト君狂人だと、時間ないから、はい、いや、タニさんが襲われてんの、はい、タニさんって絶対ダイナスに投票したじゃない、今日、うん、そうは、もう言いませんか、うん、私はそれをマヤちゃんを破綻させてまでタニさんを襲ってるのがなんかやっぱりライナス殺させたくないんじゃないかって思っちゃってるのも今日1個ある。多分タニさんが殺されたのは多分なんですけど、マヤさん人狼なんじゃないですかね。だから人狼の黒だからどうも結構ね。ちょっと待ってね、あのね、ライナスが狂人だった世界において人狼が果たしてタニさんを襲撃するかっていうのが一番の疑問点で、はいはい、なんで、わざわざ破綻をさせに行かなければいけないんですか、はい、タニさんってライナスが本物の可能性が覆っている松井ちゃんとか俺とかは投票する可能性があるって言ったんですよ一応、はい、五段さんが本物だというベースで考えてもらって構わないんですけど、今人狼誰だと思ってますか。だから俺は松井ちゃんとソニャちゃんだと思ってますで、逆にじゃあ伊藤君が本物の、はい世界だと考えて、さかなさんは誰だと思ってます。あ、俺ねポニョヒットです。そうなりますよね、はい、そうです。で、まつりちゃんは誰だと思ってますか。ポニョか武蔵さんってなるじゃないですか。ポニョさんどう思いますか。分かんない。ポニョさん話聞きたいですね。そう、うん、やば、私でも結構投票してるんですよね、そのライナスさん死んだった時。誰に。ルーサーさんに投票してます。ルーサーさんに決戦で入れてますけど。決戦だった。うん、やばいよってなると、やっぱさかなさん、まつりちゃんの二郎かなって、うん、今の質問、まあ俺は結局、はいはい、そのでもまあ基本的にはまつりちゃん、ぽにょさんって考えてる。ちょっと待って、まつりちゃんってさ、初日俺入れてね、うん、ルーサーさんに投票したから、でもさかなさんと決戦がいいなって言った。俺の中ではかなりまつりちゃんも自分だと思ってます。あ、伊藤くん偽の世界だけど。いや、ぽにょさんはやってくださいね。まつりちゃん違うと思うんだよ。ちょっとどうなん。じゃあ誰になるのって感じます。だから私は伊藤くんが本物で、さかなが人狼だと思ってるけど、今日は残せばいいって思ってる。ちょっとね、いや、マジその意は一緒だよ。議論時間
間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。投票します。まあ何でもいいんですけど、それはライナスは残せないですよね。皆様、ライナスに北総やまれますよ明日。このまま信じてるってなったら、とりあえず安全策はライナスです。お願いします。もう安全策もないんです。初日に人狼処刑できてて、2日目も人狼が処刑できてて、3日目狂人がいけてるんです。じゃあ最後に、ね、自分が狂人じゃないアピール、2日目の投票が始まった時、僕はすぐに立ち上がって、マヤちゃんでもなく心霊媒のご丹治さんでもなく、マヤちゃんが囲った恐れのある魚さんに誘導してるんです。それにみんな乗りかけた狂人の行動ですか。それがもうそれにアンサーしてほしい。あ、お前は狂人でもそれをやるって言うんだったら投票してほしいです。投票はごめんなさい、魚さんに投票します。魚さんとポニョさんを処刑すれば終わる村だと僕は思ってます。いい人狼であれ、投票します。ポニョさんに投票します。それでも俺はライナスを信じており、ライナスが俺に投票することによって皆さん目線に狂人が切れましたね。これでライナスが狂人であれば僕の投票位置なんか絶対しないですよ。俺人狼筆頭のはずだからね、狂人だったら。いや伝わるか。アリスンは人間だと思ってるんですけど、今日ライナスに行って俺を疑ってるっていうのはちょっと人狼の思考の可能性がある。俺はあなたを人間だと思った理由がマヤちゃんに対しての偽物要素の拾い方です。そこで僕はあ人間かもしれないと思っています。だからライナスが本物でラストオールがポニョだと思っているからポニョに集めた欲しいと思っています。まあ俺でもいい、最悪その方がライナスは生き残ってポニョは殺せるはず。響かんかね。楽しい。いや響いてるよ、響いてて、私は結果ライナスにごめんだけど投票するんだけど、ライナスが本物でポニョだと思っています。ああ言ってる。でもそれでもこれで負けられないっていう風に思ってるし、ライナスを釣ってもライナスの人狼候補を2人することができるし、明日誰が襲われるのかとかいろいろ鑑みて頑張るからね。はい、お願いします。そんなことを言いながらさかなさんの人狼は全然あるとは思ってるんですよ。あると思ってるけど、それでも伊藤くんが本物だと思ってます。めちゃめちゃ強く本物だと思っています。私目線、私が人間と分かっていて、さかなさんとポニョさん、ポニョさんがさかなさんに一日中に投票してるから人狼同士がないから、やっぱり伊藤くんの精査が一番合うんですよ。でラストウルフがポニョさんだと思って、ポニョさんじゃなかったら武蔵さんまであると思ってる。1票目にルーサーさんに投票しちゃって決戦で変えた武蔵さんまであると思ってるけど、ポニョさんだと思ってます。投票をします。ちょっとは分かんないんですけど、視聴者の人これ推理できてったらマジすごいっすね。私はもう分からんす。なんで偽怖いんで霊媒のライナスさんに入れるんですけど、いやマジでごめんなさい。もさ、なんかボタンさんが使用してきた理由が坂野さんがラストウルフだからっていうのをしかも考えてなくて、本当に女の子にはいないのではと思っています。今じゃあいきますか。まあ伊藤くんなんですけどね。本当に悩んだ。めっちゃ本物っぽい。もう狂人じゃないこともすごい伝わってきたし、でもルーサーが全員から票を受けて、そのルーサーが元気ないって言ったボタンチさんが人狼で、でタジさんが今日襲われてるのが私の中ではやっぱり怖いから、一生伊藤くんのこと信じられない。投票する。投票の結果、本日追放されるのはライナスさんです。大至急初日のキンバリーの投票って誰だったか洗ってください。よく考えたらルーサー、人狼のルーサーってキンバリーのことめちゃくちゃ人間って言ってたんですよ。俺キンバリーが確かルーサーに投票してた気がしちゃってたから人間かもって思ってたんですけど、ここまで話通じないんであれば人狼の話あります。キンバリーに浮上してきました。驚いた。はい、そう思います。まつりちゃんに一つ言っておくと、武蔵さんは絶対ないと思ってほしくて、武蔵さんって
ルーサーがゼロだった時にお前が怪しいって言って1票目をぶち込んできた人で、あの状態では絶対にいかないです。人狼のボタンさんも最後に持ってるんだったら絶対に身内切りをしないと思っているから、武蔵さんを疑わないでほしい。武蔵さんとまつりちゃんで殺し合っちゃうのが負けてしまう。基本はポニョさん、さかなさん、浮上してきたのがキンバリーですね。頑張ってください。あ、ルーサーの勝ちを阻止するんだ人間。ルーサーは人狼だ。いけるぞ。いけます。ありがとうございました。ライナスさんは天国ルームで村の育成を見守ってください。ライナスさんを追放したにもかかわらず恐ろしい夜はやってまいります。天国ルームへ行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩人狼に襲撃されたのはまつりちゃんです。天国ルームで村の育成を見守ってください。はぁ、それでは議論開始してください。どうぞ。あ、もうすみませんでした。もう僕もあれだ、えもうわかんねえ。たかしさんは昨日俺とまつりちゃんに色を追っていたから、あ、多分今もうこんがらがってるんだと思います。私やっぱりライナス本物で、なので、キンバリーかもって思えてきたわ。絶対間違ってるから。私すごい言えることあるよ。あ、言って。うんと、ゴタさんが霊媒使用したあの日に、最終票で仲間の人狼が霊媒って言ってくれてるのにもかかわらず、私は最低って言って、ゴタさんを救うためにマヤちゃんがいとこに投票すればゴタさんを救えたのにもかかわらず、決戦にし、ゴタさんに投票してる、で、私は初日の決戦、初日の投票で魚さんに、普通の投票したけど、お魚さんの意見がすごい合ってるなって思ったから、ポニョさんとルーサーが二郎だと思ってルーサーに投票してる、人狼って思う、伊藤くん目線で。私はまだ伊藤くんのこと信じきれてないけど、この状況を見ていただきたいんですけど、二郎一がいません。ボタンジさんが本物だった場合の二郎一って、キンバリーさんは初日に僕に投票しています、僕はポニョさんと二郎が成立ほぼしません、アリスンさんは昨日僕を疑ってライナスに投票しています、おそらく今日入れてくる可能性すらあります、武蔵さんは昨日まつりちゃんと僕の二郎を追っていて、まつりちゃんも襲撃しています、人狼が二郎誰ですか。おっしゃる通りだと思います、お魚さん目線ってこと。誰の目線でもそう。ライナスの芯を上げたいからこの発言をしています、ライナスが芯なの。いや、真なのか。いや、分かんなくて、分かんないもん。てか、ライナスが、ただ、お魚さんは人間だと思う。ポニョを人狼だと思っているんですが、ポニョからの意見が聞かない、聞けないと、俺はポニョが人間だった場合、一番最悪なんです。そうですね、私人間なんで最悪ですね。ただ、私がポニョ先輩を、人間かもって思ったのは、昨日の投票時の発言で、なんか、あれを人狼で言うのかと思ったことと、ずっと確か、女の子にはいないっていうことだけを2日目から言ってきて、結果ポニョの仲間って男なんですよ、でも男。いや、アリスが今出てきてるんだけど。え、アリスが今出てきてるんだけど。あ、私、でも私は、ポニョか、ポニョだと思うよ。え、アリスも、待って、ライナスのことを信じてるんでしょ。俺はライナスのことを信じています。だから今日ポニョに投票します。イチローじゃないの、アリスの。あ、だから、イチロー、イチロー、もしアリス、ライナスが偽物で二郎いるとしても、ポニョさんはもうどっちかの、どっちかの二郎のどっちかには入ると思ってます。ポニョさんがあの本物だった場合はポニョ筆頭だと思ってほしいですけどね。だって、それはそうなんです。そう、全然そうです。正直ポニョさんに投票するのには異論はないです。今日は俺だからポニョの意見を伸ばしてほしい、あなたが人間であれば困る。最終日かもしくは今日終わってしまうんですよ、二郎のこと言った場合ね、ただ僕の目線はそれがないから。私も二郎いないと思ってて、まつりちゃんが噛まれたことに対してがあったんで、そうすると、分かるんですけど、魚さんかなって思って言ってるんですけど、ボタンジさんの CEO とか、じゃあポニョの答えに反省します、僕がボタンジさんとの人狼同士だった場合に、あれも成立するんですけども、あいにく僕は人間であり、ボタンジさんが人狼だった場合に僕は先に言ってるんですが、僕を処刑したいからです。ボタンジさんが出た理由、人狼で、僕が人間で今日僕を殺せれば最終日絶対来ますね、人狼、だから僕を殺したはずなんですよ今日。だから小谷さんは先手を打ってるんですが、めちゃくちゃうまい人狼のカミングアウトだと僕は思ってるんですけど、
未だにライナスのことをごめんなさい、うん、半分疑っちゃってて、ルーサーって初日どういう状態でした？ルーサー投票を全員から受けたんだって。ちょっとあの意見してもいいですか？多分同じことをしてると思うんですよ、この2人。うん、初日からお魚さんに入れた。そうです、お魚さんに入れたんですけど、私は3票目に入れてて4票目に入れている。うん、で、私1票目。1票目、はい、すみません。ちょっと、まあ、とりあえず投票したのは、はい、はい、で変えたんですよね。変えました。うん、いや、ルーサー切りのがもうやっぱずっと引っかかるんですよね。そのだって結局出なければ魚さんの色がなんだろうが、もうこっちにはみんなそのルーサーに身内切りの決戦を入れてるよっていう。いや、でもね、一応ソーヤさんが本物じゃないですか。うん、でソーヤさんが襲撃した理由はボタンジさんが人狼であり、ですよね、そしてソーヤさんが昨日占う人って俺の可能性もありましたね。うんうん、俺が隠し色になると面倒なんですよ。シンプルなんだよ、それは。そうなんだよ。はい、あ、じゃあ何つってる。隠し色になるとはなくない？なんで？マヤちゃんが結局その前に死んでる。いや、だからソーヤさん僕を占っていて、あの結果が出たの話。いや、だからこそソーヤさんを襲撃してるんじゃないかっていう話。議論時間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。なあ、あ、これしますね。うんとね、ちょっとね、困ってんのが二郎は一応ね成立する位置が、あのトヨを軸としてアリスン、キンバリー、まあ、キンバリーの方が信じてるんだけど、どっちかっていうとまだアリスンがちょっと今日危なっきい気がしてて、だから僕の目線は全部のケアをするんだったらポニョを処刑してほしいと思っています。で、なんでかっていうと、僕の目線ね、ポニョが人間だった場合ってまだ俺明日頑張れると思ってます。なんだけど、ポニョが今日俺を殺して終わらなかった場合、多分明日ポニョ死ぬと思った方がいいっていうぐらいかな、俺から残せるのは。で、ずもう真ん中ね、もう2日目からずっと俺は処刑は一応いいですよって言ってはいるので、そこをうーんって感じだから、もう早くね、もうこうなるから、うん、こうなるのよ。だから早めに処刑してほしかったな。はい、ポニョさんに投票します。アリスン、キンバリーはやっぱり二郎の場合絶対入らないと思っている理由は、ライナスが生きている時にそっちに行かなかったことですね。そっちに行けばもう勝ちに行けたぐらいの接戦だったと思います。なのに行かなかったってことは、やっぱりライナス信じる勢がニロしかありえないと思ってて、この中だとありえないのは魚さんとポニョさんのニロあるとしたら、なのでポニョさん行っても絶対大丈夫だと思ってます。じゃあ先に投票しますね。ちょっと待ってほしかったんですけど、ちょっと待って、今言ってたのが全然思い出せなくて超焦ってるんですけど、ライン、ちょっと待ってください。魚さんに投票します。魚さんで多分終わるんじゃないかなって思って魚さんに投票するんですけど、もう信じられなかったでも信じてほしいです。私は本当に村人で分かんなくてすごい踊らされてる魚の子です。投票はポニョさんにします。お魚さんは私はずっと人間だと思っている。ポニョさんを残せない時点でアリスを疑ってるので、今日ポニョさんにするべきなんです。今日は仕方ないと飲みましょう、ポニョ先輩の処刑を。私はこれで終わったら恥ずかしいけど続くと思っていて、私は明日生きていたらキンバリーに投票します。で、私が人狼でないことを分かっていないのも今の疑い要素です。私はルーサーに誘導し、マヤちゃんに誘導しました。どちらの人狼にも誘導しました。襲われちゃうかもしれないけど、これを言うと、飲みながらキンバリーに投票します。投票の結果、本日予報されるのはポニョさんです。誘導お願いします。はい、今思い出しました。ライナスを追放したくない勢に狼がいるって言ってたような気がして、マサイさんが、私はライナスさん追放したし、そうするとやっぱ魚さんが怪しいと思うし、ライナスさんは私じゃなくて魚さんに入れてて、
私は魚さんをあのライナさんに入れなかった魚さん釣れたはずなので、なんだろう、まあ続くと思うんで頑張ってください。ポルさんは天国ルームで村の育成を見守ってください。ポルちゃんは追放者にもかかわらず恐ろしい夜はやってきます。天国ルームへ行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩人狼に襲撃されたのは武蔵さんです。それでは議論を開始してください。どうぞ。最初に言っておくんだけど、多分アリスさんがブラフを巻いていると僕は思っているんですが、私は勝って任す気でいます。ルーサーが人狼で今日人狼を処刑するって思ってる。キンバリーに投票する気が結構高い。びっくりした、びっくりした。ちょっとね、困ったことに、あのね、俺の目線ってキンバリーさんが人狼の可能性があるのが投票なんですよね、うん、僕に投票をしている、うん、でアリスンは僕が死にそうな状況下で仲間のルーサーさんに何票目取ってます。で私は誘導してルーサーに2票目、うん、あなるほどね、ルーサー氏はなんか勝たせたくないって言ったけど、私は谷さんを人狼って思ったルーサー絶対人狼って言ってめちゃめちゃ誘導した。もしアリスンが人狼 で、うん、でルーサーさんも人狼、僕がルーサーさん人狼だと思ってるんですけど、でアリスンが仲間だった場合にその投票ってしないんじゃないかなってちょっと思ってるから、うん、キンバリーさんの話をちょっと聞きたいです。私は武蔵が死んでた時点でアリスンじゃないなって思った。アリスンが人狼だったらお魚さんの方を襲ってる方が私に票が入りやすいと思う。お魚さんがちょっと人間っぽいって言ってくれてたから。いや、だから私いまだにこれ視聴者から見ても私おかしなこと言ってんのかな。ルーサー人狼だったの本当に。その場合はね、まずポニョって絶対人狼です、うん、なぜかというと、ボタンジさんが本物ですね、うん、ライナスさんが、じゃあキンバリさん狂人だと推理しますね、うん、で、マヤさんが人狼ですね、そうなると。で、イチローが落ちていて、うん、で、落ちている位置が、マヤ、ライナスじゃないわ、誰だ、マヤちゃん、マヤなんです、マヤちゃんで、ポニョで落ちてるんですよ。そうなると、俺めっちゃ白くなりますよ。うん、確かにめっちゃ投票してた。いや、もう、そもそも初日から投票されたし、じゃあ、どっちにしろ、魚さんは白いの。キンバリーさんがそういう推理をするんだったら僕は白くなりますよって話なわけで。でもアリスンはルーサーに投票してんだよ。今のは、ご丹治さんが本物の目線の話をしてたから。ご丹治さんが本物だったら魚さんが白くなって、そういうの。ルーサーが本物だったら僕は人狼ある。あ、そうなんだ。で、アリスンがなさそう。アリスンは絶対ある。俺の目線はキンバリーさんがありそう。どうしたらいいで待って、私は、ご丹治さんが本物の時ってマヤちゃんがきっと人狼です、うん、そのマヤちゃんをぶっ殺しに行ってます。もうあのボタンジさんが死んだ日に私はマヤちゃんを殺したかった。待って、じゃあちょっと本当決めるわ。本当今日は決める。みんなの言ってることが正しかったと思う。というかね、多分俺が決めた方がよくて。なんで俺って黒い血じゃない。じゃあ決めるってどういうこと。じゃあだから最終的に持って決めるんじゃなくて、俺が対抗を上げた方がいいと思って。あ、私でしょ。私は現状を思う。じゃあどっちにしろ私だから、私はどっちが本物の私が決めてよくない。そしたらそう私は意外ないけどここだと思ってるよ。どっちが本物かって考えて、なんでソーヤが襲われたって考えたらシンプルな方。魚さん人狼だったの。いや違う、ボタンさん人狼だから囲われてるんだよ初日。だから違う、ボタンさんの方、うん、あ、マイちゃんが人狼っていう推理をするんだったら普通に単純にルーサーが人狼だった場合の人狼の人、俺は上がる。じゃあ魚さん。そうで、俺の方キンバリさんが。もうこんなことになってて絶対勝てる気がしてない、待ってよ。こんなのひどいよ。あ、ちなみに僕が人狼だった場合やった行動はライナスのシーンをずっと上げ続け、ライナスが本物だと思うから僕に投票して結果を結構見せてくれって言って。私ずっと坂上さんすごいなって思ってたのは、なんでライナスのことあんなにあそこまで一生信じられるんだろうって思ってたのが村人の意見。もうローラーしたくてしょうがなかった、怖かったから。で、本当何度も言うけど、ゴタさんが仲間の人狼で名乗り出て最低って言ってゴタさんに投票してんの。私はゴタさんを救えたの、死霊媒殺せたのに。なんなの、ずっと間違えてたよ。だからどうしていいか分かんない。どっちが人狼なのか今まで分かんない。でも票投票されんだろ。
議論時間終了です。議論時間終了です。投票お願いします。おう、投票行きましょう。まあ、アリスに人狼あったらあっぱれ。しょうがない。大丈夫。キンバリさんに投票します。僕から述べれるのは、今までの、僕がやってきた行動をアリスは思い返してほしい。アリスに人狼あったらおしまいなんだけど、でもう一点あるのが、キンバリーさんがちょっと時系列が違っているのが、そもそもライナスは一角していました。ソーヤさんが襲撃され、ライナスが霊媒師カミングアウト、一人になりました。人狼結果でした。そしてそこから4分か3分くらい、俺はずっと自分が人狼ではないことをあの話していって、でも結果的に盤面上俺はライナスが本物だと思うし、俺がライナスの立場だったら自分が処刑された方が村人にとって有利になると思ったから、じゃあ俺を処刑してくれ、で白結果を見てくれ、そうするとポニョさんとかその辺が処刑できると思うから今日俺に投票してくれと言っています。人狼で言っていることになりますね、キンバリさん目線だったら。もしキンバリさん僕を人狼だと思うんだったらっていうぐらいかな、残せるのが。だから僕はもっと早く処刑してくれとずっと言っていたんです。もう一点、僕が人間なのでルーサーさんの、11連勝かな、12連勝か、12連勝を阻みます。あとアリスに託す。ライナスをずっと本物だと信じてました。キンバリさんに投票します。頼むぞアリス。ちょっとやっちゃったなって思って、アリスに人狼かもって思い始めております。それぐらい私はお魚さんを2日目からずっと信じて、初日の決戦投票の時からずっと信じて、絶対人間だって思ってきたから、この最終日になんで私がお魚さん残すのって思ってほしい。何がしたかったの、誰と戦いたかったの、 何がしたい人なのか、アリスに判断してほしい。自分がやってきたことはあんまり多く言えないけど、とにかくルーサー人狼っていうのをずっと疑っちゃってた。それが合ってないから偽って思われてるのかもしんないけど、もうお魚さんから票もらっちゃったから、お魚さんに入れるしかないです。アリスな気がしてもいるんだ。もう昨日なんかちょっと異変を感じたもん。でもマジで分かんない、本当に誰に何を託せばいいか分かんない。やだー、とりあえずルーサーに勝ちたいんですけど、あーやだー、それで金が人間なのが嫌だな、人間だった時が嫌だなって思ってて、私の心はすごく金に投票しそうなんだけど、魚が人狼の時ってライナス、ちょっとだけもらいますね時間を。ライナスが人狼っていうか人狼陣営で、魚が人狼の時って、霊媒師がまだ出てくることが分かっているから、あの俺を連れっていう話をできるんですよ。それを準備にできるから、自分が白くなる準備としてその行動をできるんです。ただライナスが狂人っぽくなかったので、ライナスが本物になったところで、ライナスが本物なのだとしたら、魚人狼が自分を釣ってくれとルーサーの仲間で言う必要性がないので、魚が白くなっちゃったんです。視聴者の皆さんには伝わったでしょうか。そうなんですよね、魚が人狼の時はライナスが偽物の時と思っていて、ライナスが偽物の時魚とポニョは全然あって、それでここで切っていれば自分じゃないってことも言えるっていう、もうその計算も全部できると思っていて、それでもキンバリーがこれで人狼だった時の方が後悔するので、ライナスを信じキンバリーに投票します。投票の結果、本日追放されるのはキンバリーさんでした。ゆうごお願いします。はい、こんだけ悩んでくれたアリスは本当なんでしょうね。いやすごいね、やっぱり私が一個魚さんに感じてた異変は、なぜライナスをそこまで信じられるのかってとこだったんですよ、うん、人間なんですよ私。あ、そしたらなんで信じられるのかなってずっと思ってたんですよね。んすごいなって思ってたんですけどね。さあどっちが勝ったんでしょうか。キバリさん、じゃあお席にお戻りください。じゃあお分けください。なかなかなんだ。
まず、あれ、うん、その辺で、アリスンさんは役職は何だったんでしょうかね。人間です。おう、それでは最後、魚さん、ルーサーはどうなったんでしょうか。魚さん、役職お願いします。大丈夫、ルーサーの12連勝達成しました。ジノジエの勝利です。やったー、勝ったぞ。はい、それでは皆さんお席にお着きください。それでは役職の方を確認していきたいと思います。谷さんからどうぞ。はい、内藤さんはラビットでした。確かに魚さんがラストウルフですごい頑張ったなって白くなったし思うんですけど、僕は五段次さんのあの霊媒仕様があったからこそとも思うんで、あの五段次さんが変な仕様って多分思ってる人もいるかもしれないですけど、この試合を勝てたのは僕は五段次さんかなと思ってます。はい、オオカミの皆さん上手でした。乾杯です。ありがとうございました。はい、続きまして皆さんお願いします。いや、ルーサーが勝ったのはあの運です。これは間違い。はい、ありがとうございました。お願いします。はい、人間でした。まあ僕は心情としてああいう霊媒のシーンは切るんで、いやーそうやの白じゃなかったらなーら、ちょっと惜しむらくはそこですかね。はい、以上です。はい、ソヤさんお願いします。はい、ソヤ占い師でした。すいません、初日白い。何もなんかどの道後でノイズだって言って噛まれたと思うんです。申し訳ないです。楽しかったです。ありがとうございました。続きまして、はい、ポルさんお願いします。村人でした。女性に人狼はいませんでした。あと谷さんが噛まれた日に魚さんが噛まれるかなって結構思ったんですよ。白っぽかったから、その日ちゃんとそれ言えればよかったなって思いました。ありがとうございました。では松井ちゃんお願いします。はい、松井は騎士でした。あ、何を1日目に守っちゃって、そのうち噛まれる。そう、いろんなものがずれてずれて、もうマングッチョも欲しかったんですけど、でもはい、楽しかったです。ありがとうございました。はい、続きまして、キマリさんお願いします。はい、いや分かんなかった、未だに。え、待って、人狼が、え、ルーサーが人狼で、ホータさんが何ほんとそんな、なんか抱き合ってたの誰だっけって。うわ、もうとにかくとにかくすごく難しい村でしたね。わあ、なんか、うん、すごかったな。すごかったです、すごかったです。ありがとうございます。はい、続きまして、まやさんお願いします。はい、松田まやは占い師ではなく和音狂人でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうとりあえずマジでもう武蔵さん大正解で、あの見定めてたっていうか、誰人狼でご主人どこだどこだってめっちゃ探してまして初日で、とりあえず五段次さんいけるんちゃうかと思って、とりあえず五段次さんで2日目どうしようどうしようどうしよう、魚さんどっちか囲えてろって思ったら、どっちも囲えてたはずなのに、ただ私が信じてもらえず、なぜか私の人間人間のところがなんかどっちか釣られるみたいな悲しい感じになってしまったんですけど、もう狼ご主人様たちがめっちゃ盛り上げてくれて、いや楽しかったです。ありがとうございました。はい、続きましてアリスンさんお願いします。はい、いやライナスを本物と思えたことはすごく良かったと思うんですよ。ライナスが本物の時は魚は人狼じゃないんですよ、うん、普通ね。そうなんだよ。そう、ライナスが偽物だから魚は俺を連れって言えるんですよ。みんな視聴者とみんなそれを分かってくれる。結果ルーサーを勝たせたアリスさん。はい、続きましておめでとう
はい、初日につらい全てを運に任せた、いや全てを仲間に任せた人狼ルーサーでございました。もう本当に谷さんが言った通り2人ともめちゃくちゃすごくて、2日目にさかなさんがとにかく自分を処刑すれば村は絶対に勝てるって言って、あの人狼っぽくない貯金を2日かけてずっとやった後に、でもそのまま魚が釣られると絶対人狼負けるんですよ、ボタンジさん次釣られるから、うん、分かってるからボタンジさんが最後の最後に霊媒師で出てきて、唯一の人狼の勝ち筋を作ったんですね、この2人で、この2人で私は死んでるので初日ボタンジさんはなんかルーサーにおんぶり抱っこって言っておりましたけれども、私がおんぶり抱っこでございました。本当にありがとうございました。続きまして小谷さんお願いします。はい、ご誕生は霊媒師ではなく人狼でした。いやー、まやちゃんには申し訳なかったんですよ。あ、いやもう全然大丈夫です。あの初日に、まあ、仲間僕最終票持ってるんですけど、人狼と人狼の決戦投票にそれ以外の選択肢がない人狼が投票を持ってるという状況で、いやー、これはかわいそうな感じになって、結局ね新村で占われるわけにいかないんで、まあ、まやちゃんごめんなさいみたいな感じで宗谷を、まあ、襲撃してるんですけどね、魚が頑張ってくれてたおかげで、僕はあのもう開始直後からもう霊媒信用についてはずっと考えてたんですよ。ただルートがちょっと描けなくて、ただ魚が城が上がってきたおかげでそのルートにはまったので、じゃあもう魚で行こうと思って自分で霊媒信用をしたと、まあ、僕が言ったことは村が全部必ず危惧すべきような事態ではあったので、まあ、十分危惧すべき事態を提唱できた点は良かったかなと。ただライナスが強かったので、も道中その次の日の、ライナさん素晴らしかったです。楽しかったです。ありがとうございました。はい、続きましてライナスさんお願いします。はい、ライナスは霊媒師でした。モテる弁明 CEO のタイミング全てあの頑張ったつもりで、もう言いたいことは全部言ったんですよ。その上で、一番本物だ本物だって言ってくれたのが魚さんなんですよ。まつりちゃんも言ってくれたんですけど、一番さかなさんが言ってくれてて、僕ずっとさかなさんに問いを入れるんですよ。なのにさかなさんがライナスは死んだって。もうこの僕の感情はごちゃごちゃです。そうだよね、人狼だと思ってるのに一番本物って言ってくれて、いやでもさかなさんたちが勝ってくれてよかったと思いました。すごい綺麗な人狼だったと思います。楽しかったです。それでは今回のヒーロー、さかなさんお願いします。マジでヒーローだった。疲れましたね。お疲れましたありがとうございました。いやでも元々言えば僕が結構その谷さん村そんなに人間拾ってたんだと思ったぐらい、谷さん結構殺せるかなと思ったんですけど、そうですね、あれがね、あれでマジでルーサーさんと俺の決戦投票があって、あいった止まると思って連勝止まると思ってやっべーと思ってたんですが、あのルーサーさんがすごくありがたかったのが、正直で自分が霊媒師カミングアウトして残ってもよかったと思ってて、あのそれの中でもカミングアウトせずに、まあ、人間として死んでいってくれたルーサーさんがいたので、あの霊媒師で黒子の結果が絶対出るの分かっているので、まあ、あの細谷さん抜いてるので、ね、あのなので絶対黒結果出るんですけども、なんか絶対に負けちゃいけないなと思ったんですね。その人狼同士の絆といいますか、まあ、糸を組んでやっていかなきゃいけないので、っていうのと、あと五谷さんがですね、あの魚に行くのって言った瞬間に、あもう霊媒カミングアウト入りますって思ったので、うん、もうそこからもうちょっと構築してやっていくしかなくて、まあ、正直五谷さんが出なかったとしても多分僕処刑されたかもしれないけど、ワンチャン処刑されなかったらいいかなと思ったので、まあ、あの段階でもう処刑を飲んだっていう形でした。誠さんは単純に宗谷さんの城で、で谷さんに関しては意見が多分変わる可能性があるので、あとグッチョも怒らないし、マヤスもちょっと破綻したかったんですよね。ライナスを釣らせたかったんで、あれをすることによってライナス本物じゃねってなればいいなと思ったので、あの要は本物じゃねって思わせる紙じゃないのって思わせればいいかなと思ったので、紙で全部伝わってきたそれ、はい、まあ、そんな感じであのちょっと長々になっちゃうんで、とりあえず、ルーサーさん、12連勝をプレゼントできてよかったのと、最終日からですねかけてめちゃくちゃ僕は楽しかったです。戦えて TLPT の皆さんと、本日はありがとうございました。というわけで今回は人狼陣営の勝利、そしてルーサー12連勝を、はい、というわけでとても楽しい時間でしたが、いよいよ終了となってしまいます。最後にですね、本日ゲストの人狼 TLPT の皆様に一言ずついただければなと思います。ルーサーさん最後でいければなと思います。それでは、武蔵さんからお願いします。はい、
本当にありがとうございました。ルイスは本当に何回も言いますけど運なんでそんなにそんなにすごいと思わないでください。嘘です、本当におめでとうございます。TLPT のじゃあ宣伝は他の人にお任せするとしまして、4月の4月の半ばに、舞台がございます。詳しくはツイッターの方を見ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてソヤさんお願いします。はい、ソヤです。楽しかったです。5月に公演があるのでそれは詳しい説明は、ルーサさんに全部任せたいと思います僕は自分のライブの宣伝はもう散々させていただいたんでもう言うことはないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。それではキンバリさんお願いします。はい、参戦やって死にませんでした。最後だけ投票で死んだんですけど、ずっとここにいてずっと考えててすごく楽しかったです。めっちゃ緊張してたんですけどみんなあったかくてめっちゃ楽しかったので、見てたみんなもきっと楽しかっただろうなって今自信持ってここにいます。ソーヤと一緒でルーサーがどうせ分かりやすい説明で人狼 TLPT の説明をしてくれると思うので最後にお任せして私はここでありがとうございました。続きましてアリスンさんお願いします。はい、いやもう本当に悔しい事実がございまして、私本日3連敗になります。はい、全て負けました。楽しかったですが、ちょっとまた TLPT 会の時にはちょっとルーサーと共に来て、ルーサーが来る時に共にやってきてルーサーを任したいという思いで頑張っていこうと思います。公演のことはルーサーに任せまして、私調味料パーティーというですね、調味料を擬人化しているコンテンツ楽天 TV などで、放送させていただいておりまして、ファミコン化も決まっていたりアニメ化も動いていたりとかで今頑張ってますので、マヨネーズ役です。よろしくお願いします。はい、続きまして、ルーサー飛ばしましてライナスさんからお願いします。はい、今日はありがとうございました。もうとても楽しくてですね、最終戦なんですけども、ルーサーの12連勝がかかってる状態で僕霊媒師でルーサーの人狼見れたんですよ。確かに。あ、終わったなあ、かわいそうに終わっちゃったなって思ったんですよ。続きましたね強すぎるなって思ってるし、やっぱ対面人狼っていいですね。すごく楽しいなって思えたので復活したらいいなって思います。で、5月の公演に関しては、ルーサーさんがすごくいい感じで最後まとめてくれると思うので僕の方はここで締めさせていただきます。ありがとうございました。それでは最後に準優勝達成したルーサーさん、たくさんの告知と一言お願いします。はい、12連勝を達成して今回ね兄と並んだっていうわけなんですけれども、最多記録はタハック17連勝があるのでまだまだ僕の記録はちょっと11か12か3かじゃないですけど、まあでも、まあ、多分並ばれたぐらいは間違いないですね。下手すりゃ抜かれます。ちょっとあと6戦全勝のまま進んでやっていきたいなと思いますが、本当に今回なんだろうな、マジで運ゲーでしかなく、でも運ゲーっていうと本当に失礼なぐらい2人と、もちろん狂人が最初に助けたっていうのでめちゃくちゃ仲間の陣営が頑張ってくれて、そういう絆をめちゃくちゃ感じました。人狼ザライブプレイングシアターという公演もですね、村人の中に、本当にそこに生活している村人の中に人狼が紛れ込んでいて誰かと入れ替わってる。そこには家族だったり恋人だったり友人だったりたくさん大切な人がいる中で、でも疑い合って殺さないといけないというアドリブ芝居になっておりまして、本番の15分前にカードを引いてみんなで同じ一つの物語を紡いでいく、とても絆の感じられる公演となっております。もう丸8年やって今9年目なんですけれども、人狼ドライブプレイングシアタービレッジ20記念すべき20回目の村公演でございます。本当にドラマチックな物語たくさんありますので、皆さんぜひともご覧いただければと思います。ありがとうございます。自分の告知なんですけれどもボーリング革命 P リーグという BS 日テレでもずっと700回以上やってる番組 の新しいナレーターに就任させていただきます。4月3日今日からオンエアで、ちょっと今日からね大会のなんかシステムがちょっと変わっていろいろリニューアルしていくという形で BS 日テレ今日の夜11時から放送でございます。プラス
Hulu や TVer でもご覧いただけますので、あの視聴環境のある方はぜひとも P リーグご覧ください。すいません、最後に個人のお知らせでございました。ありがとうございました。人狼 TLPT の皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、最後に、人狼スラチャンネルから告知の方を軽くさせていただきます。まずですね、来週水曜日、4月7日水曜日の20時からスリアローバトルコロシアムという人狼のリーグ戦をスリアローでやっておりまして、まあ、この中でも、魚だけか魚が出演されて、今日本日大活躍の魚が出演されている回となっております。ゲストはピカクロスさんというちょっと TLPT ネームっぽい人がゲストに来る最終回となりますので、そちらもぜひご覧いただければなと思います。そして次回スリアロムラーなんですが、4月18日日曜日18時から、先ほど、宣伝の動画を流させていただきましたが、ニューフェイス、昨年の6月だか7月だかにデビューしたニューフェイスたちと、スリアルマンのレギュラーゲストと言われる人たちですね、あのイカイさんとかヒロシとかタハック17連勝記録保持者タハックとかいろんな人が来る対決の、舞台第3弾となっております。そちらの方もですね、ぜひご視聴いただければなと思います。今月も楽しい番組をスリアチャンネル作ってまいりますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。それでは最後は手を振ってお別れしましょう。さよなら。さよなら。スリアロバトルコロシアム、麻雀プロや声優、女優にゲーム実況者、会社の偉い人まで様々なジャンルで活躍するトップ人狼プレイヤーたちがキングの座を目指ししのぎを削る人狼ゲームのリーグ戦。果たして9代目キングである私古川は連覇を達成することができるのか、それとも新たなキングが誕生するのか。毎週水曜日20時好評配信中。